ってんの。買いました。はいはい、始まりましたかね。はい、はい皆さんこんばんは、島村楽器イオンモール甲府昭和店の、坂本です。はい、多くの方に、まあ、同説がすごい人数になってて、非常に嬉しい限りでございます今回、かねてより多くの方から、あの目隠しギター当てを、まあ、生配信でやってほしいと、はい、ご意見いただいたので、まあ、それをこう何とか実現できないかと思いまして、今回実際にこの生配信でやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、で、今回この配信を運営するにあたり、スペシャルなアシスタントをご紹介いたします今村さんです。今村ですめっちゃ力んでる緊張してますまあ今日はついにライブ配信ということで、まあ、僕が全力で坂本さんに難題をね出していきたいと思っております、はい、そこで、まあ、皆さんにもちょっと協力してほしくて、で甲府店の、置いてあるギターとかをデジマートとか島村のオンラインストアで公開しているので、よかったらそこからちょっと面白そうなギター選んでみてもらって、コメントで、これどうかなっていうのを教えてもらえれば、僕が坂本さんに渡すかもしれないですはい、かもしれないです。メーカーとかシェイプでもいいので、なんか面白そうなやつがあればコメントどしどしお待ちしております、はい、よろしくお願いします、はい、シェイプちゃんと声聞こえてるかな。大丈夫、聞こえてます。聞こえてますね、大丈夫ですね、はい、ミュートだったらめっちゃ恥ずかしいんで、はい、もうそれローンさん高典頑張れ、お頑張るぞ、頑張ましたはい、お元気でございます、ありがとうございますはい、あ、そしてじゃあちょうどいいタイミングなんで、はい、この配信、今回スーパーチャットをオンにしております。はい、はい、ですね、これに関しては、ですね、まず、まあ、応援したい、まあ、その僕でしたりとか、あとはその島村楽器甲府昭和店を応援したいっていう、まあ、そういうお声もいただいていて、はいはい、まあ、今回そのスーパーチャットをオンにして配信できないかなっていうのを、はい、まあ、僕からその本社の方に相談してみて、で、まあ、特別に今回許可を得られたので、はい、なので今回はスーパーチャットをオンにしてます、はい、そして、まあ、この収益に関してはあくまで店舗の収益になります、はい、僕には入ってこないです。 僕はもう関係ないってわけじゃないですけど、僕に入ってこないです、個人的には。なんですけど、はい、まあ、この収益に関しては、うん、最終的には僕 の、 その、まあ、評価に、はい、うん、なるところもありますので、まあ、そこをご了承いただいて、はい、投げ銭スパチャしていただけると嬉しいです、はいはい、なんで、まあ、持ってしまうと、これはなんかもう会社の方ですごいっていうふうに見てもらえたなら第2回、はい、して、はい、しおりさんが登場してくるかもしれない、はいはい、っていうのはまあ前提で、はい、今回の配信をやっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、あ、ちなみに今回のこの配信に関しては、まあ、メインは僕目隠しのドア当てていくんですけど、質問なんかもあれば、うん、ぜひずっとやってると、ね、疲れちゃうんでね、はい、一体一本当て終わったらそういうなんかコメントなんかも返信していきますので、よろしくお願いします、はい、じゃあベラベラ喋っててもつまんないんで、ね、はい、来ます、はい、あ、はい、レナードさんが、はい、800円キング、キング、お買いです。ありがとうございます。そうなんですね。そうはい、そうですね。非常に普段僕配信別でやってるので見慣れた方々が多いですね。はい、あ、ライトニングさんもエリマネに格上げだ。当分先の話です。ですはい、じゃあ、はい、募ろう。そうですね。何持ってきてほしいか。なければ今村さんがなんか、うん、僕今回持ってきたギターあるんですよとか言ってたんで。そう、何本か一応選んでるんですけど、うん、まあでも優先はやっぱりコメントで何かあれば、はい、はい、何かあればそれをね、あのあれっすよ、言うなよ言わないですよ、言うなよ、ああ今ニーズいいっすねみたいなそれだけは勘弁してね、はい、あ、ルーさんも本社の方スパチャの許可ありがとうございます、評価爆上げでお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、しばすけさんもファイトですって、あーだす、ありがとうございます、教えてくれました、知ってる人だ、はい、安心しますね、お、そうだな、ちょこちょこ来てますね、あ、来てますか、いろいろ、わ、なんか結構いいコメントばっかありますよ、はい、どれにしようかな、ちょっとね、一歩目だからさ、ちょっとこう手心加えてくれいいじゃないっていう、すごいすごい、じゃあちょっと一回行ってきますね。いいですか？はい。持ってきます。はい。じゃあちょっと待っててください。あ、待ってます。はい、じゃあ待ってますんでよろしくお願いします。
はい、そして、はい、一人取り残されました。どうしようね、これだってもうコメント見ない方がいいわけじゃないですか。この状態で、はい、今村さんがギター持ってくるまで2、3分場をつなげって言われてるんですけど、特に話すことも特にないです。できればコメントを見て、いろいろと、まあ、返信したいところではあるんですけど、まあ、ちょっと1本目はね、ちゃんとやらせないっていうことを証明するためにね。そういえばその、まあ、煽り動画の方で、まあ、やらせじゃないかみたいなありましたけど、まあ、今回それを証明する配信でもあります。そしてなんか最近またコメント言いましたけど、いや生配信でもやらせできるだろうと、投資があるんじゃないかって言われましたけど、はい、投資なんてないです。録画でゆっくり確認してください。はい、です。なんで、まあ、この身の潔白をね、今回ここでね出していただいて、あ、もう終わったんですか。戻ってきました。早いじゃないですか。これはまあ一番最初なんで、あ、楽。はい、手汗やばいよ。サービス問題です。じゃあ先に最初見せますね。そうですね。じゃあ先プライスを見せてもらって。あ、そっか、プライスを見せますね。そうですね。あと最初、はい、これです。これです。はい、お願いします。一応画面のこの辺かな、右上に答えとその、まあ、はい、メーカーと片目だけは載せておこうと思いますんで、はい、じゃあ先に置く楽器圧があるので、はい、じゃあ入力しますね。う、頑張るぞ。これはまあまあ、はい、余裕でしょう。じゃああんま触んないよ。はい、まだ触んない。どうぞお願いします。じゃあちょっと答え入れますね。はい、じゃあ僕はもう待ちです。はい、はい、もう何も考えないようにします、ね、大丈夫そうですか。だいぶね、我々不慣れなものでして慣れてますけど不慣れなものでして、手が震えますね。そうっすよ。見てくださいよ、ちょっと今どうせ何言うか僕分かんないですけど、この配信をですね今2人で切り盛りしておりますね。はい、人手不足でございますね。次回の時はね、ぜひその第3のさ運営者が欲しいところですね。そうですね。はい、はい、じゃあコメント答え載せました。はい、いいですかね。はい、大丈夫です。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ1本目ですね。じゃあまずやっぱネックからいきたいですね。はい、分かっちゃいました。分かったかも。あ、分かった、あった。え、分かったわ。え、分かった。いや待ってよ、落ち着け。一応顔置いとくね。はい、え、待って、でもな、ちょっと待ってよ。待って、勘は、いや、まず、十中八九エピフォン。はい。多分、ネック形状的に。本当ですか。ちょっと待って、違うかな。でも怖いな。ちゃんとね、最初、ES355 の、はい、ウブカタさん、はいはいはい。元イルレガーデンのウブカタさんのモデルかと思ったんですよ。はい。なんとなく。でも、ちょっと、多分、いつもの動画あったらまれよ。もうそれだとか言って、バッて撮ってた。今回はゆっくり行きましょう。はい。はい、ゆっくり行きます。まずそこなんで思ったかっていう解説をしていかなきゃいけないね、はい、こんなさ、わけわかん、せっかく配信来てるのにさ、はい、全部ハテナで終わってます。はい、ですね、結構ネックが薄めです。そんなに太くないネックだと思うんですよ、はい、でですね、多分あれかな、この辺シールあるんじゃない、これ。おー、これは、ここにシールあるのは大体エピフォンよ、はい、大体、僕が知る限りはエピフォンのはず、はい、で、問題はね、今店頭にレスポールもあるんです。はい、だからこれはレスポールカスタムとか、はい、レスポールスタンダードの、まあ、エピフォン製のね、はい、の可能性もあるんですよ、はい、ただ重さ的にちょい軽か、はい、どうだ。もっと言うと、でも、まあ、ちょっと怖いな。いや、ボディサイズ絶対分かる。絶対いけるよ。ネックで当てたいですね。そうなんですよ。私ネックソムリエなんで、まあ、でもメーカーだとそうでしょう。多分それ以外に考えられないけどな。どうする、どうします。でもね、これね、結構動画じゃカットしてるんですけど、常々ね、はい、まあ、あ、この瞬間分かるじゃないですか、はい、で、ボディ触るじゃないですか、はい、そこでこう分かっちゃうと、開けるとき、それつまらないです。感動が、非常に感動がないんですよね。だからやっぱ感動したまま上げたいところはやっぱりあるんですよ。でも怖いじゃんね。しかもさ、今回もともとのこの配信の僕の予定だと、まあ、4本かな、4本、はい、ギター当てられればいいやと思ったんです。もうやばくないこれ、まあ、2分ぐらい。そうですね、ちょっとね、1本10分ぐらいの計算できてるわけですよ。だからこれがその ES355 だったら困っちゃう、はい、じゃあ ES355 だと思って僕は商品紹介しますね。はい、はい、こちらエピフォンの ES355、はい、あれですね、
産方さんっていう、はい、あのすごい有名な、はい、エルレガールのギタリストのモデルになっています、はい、元エルレガールですね、うん、はい、そしてね、3号の特徴は何でしょう。まずこちらご覧ください。こちらにですね、ボリュームノブが多分4つあると思うんですけど、そのうち1個だけバリトンスイッチっていうこうなんていうのかな、アンプのつまみみたいなのが1個だけついてるわけなんです、はいはい、それがついてるはずです。そしてあれビグスビーついてたよな、ビグスビーがついてて、はい、でここの F ホール、これがですねダイヤ型になってるはずです。ノーマルな F ホールじゃないはずです、はい、あとなかったっけこれって、あ、ケースが豪華です、これ。あーハードケースがこちらついております。で、あと何があった、なんか認定証とか昔ありましたよね、その一番最初に。ありました、ありました。これは付属してるのかな、ちょっと自信がないんですけど、おそらくその ES355 モデルで、まあまず間違いないんじゃないかなと思いますかね、はい、違う、こんだけ説明してさ違ったらクソ怖いけど。じゃあ、いいかな、答え見てみます。うん、答え見てみるか。はい、やばい、いつもなくて怖え。クソ怖え。怖えよ、もう。じゃあ、行きましょう。はい、基本の、産方 ES355 バージョン2です、これは。はい、いきます。どうぞ。うっしゃ、はい、簡単。はい、とても簡単でございます。とても簡単でしたね。いや、一本目嬉しいですね。そして、はい、メガネしてないんで、すみません、コメント見えないです。いや、すごい、いっぱいスパチャいただいてて。ちょっと、同じですか。そう、一旦お返ししますね。はい、はい、あの、さて、メガネかけさせてください。そう、はい。なんでわかるんだよ。簡単ですね。とても簡単な1本目いい問題でした。よかった。あ、めっちゃきますね。1個目成功記念。評価向上に貢献したい。ありがとうございます。きっとこれはまた評価につながってくると思いますね。怖えよって来てますけど。しかもさ、今、目隠し取って思いましたけど、どうせ1800人も全部やつで。怖い。もう毎日これ配信する人間でもいいですよ。全く。塩井さんにスパチャしたい。今日塩井さんいません。申し訳ないっす。もう2000人いくんじゃない、ホラー配信かって。ああ、よかった。なんか予想以上のコメントで追えないっす。いや、追えないっすね。これは追えないっす。頑張って追いたいところではあるんですけど。2000いってる、今僕の画面だと1998人なんですけど、いやー、すげーですね、全く、いや、ありがとうございます、本当に、こんなね、いやー、よかったー、なんでわかるんだよって、簡単ですよ、エッグがもうあれっすもん、お目に潰しても接客できるのって、すごい、簡単ですね、とても簡単な問題でした、よかったー、これこそ楽器屋店長の。本屋当たり前です。正直あのお店にこういろんなことあ、もうすごいスパチャしすぎて追えないですよね。この調子でどんどん店長ヤバそうに作っていきましょう。当たり前じゃないですか。エルレガールは今の活動してるか元じゃないです。あ、そっか、復活したもんね。あ、そうそうですね。元じゃなかったです。うんうん、本社に閉店かなしてみたいです。あ、生活あざっす。もうありがとうございます。あのここに来てもお店に来てもらって、まあ、常々僕言ってるんですけど、はい、そのお客さんにね、あの、はい、高本さん会いに来ましたって、はい、すごいですねって言われるんですけど。あのとてもあの誰でもできます、これは。そしてない、ここまでわずか12分。さあ、僕のこのタイムスケジュールが今崩れましたはい、4本ぐらいやと思ったら、はい、はい、これはもうね、そうそう、メガネ変えた、メガネ変えました、そうです。ちょ、見てください、この靴、これ、今回勝負靴でございますよ。奥様にそう選んでいただきました、今回この靴。いやー、2000人突破ってきました。あ、ざっす。すごい。もうありがとうございますね。2000人はすごいね、普段だって100人とか、あ、まあ、100人超えたら多いなと思って、すごい、いやー、2000人来たのはですね、いやマジで嬉しいでございますね、ありがとうございます。ネックソムで入門、それは入門期ですね、そう簡単のね初回だから、そう、初回だから、いや、よかったマジもね、もうなんだろうな、あ、当てれなかったらどうしようっていうプレッシャーがすごすぎてさ、結構こう仕事手につかないみたいなマジでね思いましたよ。どうするよ、次行く、次行きますか、この調子で行くとやばいよ。10本ぐらい行けそうな気がします。そんなどうするよマジで。もうあっどうしようかな、なんか他に良さそうなギター持ってきて欲しいギターありますか。じゃあ行く、ちょっと、はい、メガネちょっと目つぶしますんで、はい、はい、じゃあ、あの、いい、なんか、じゃあ、どうぞどうぞ、月に行っていただいて、何にしようかな、あ、いいの来てます、いろいろありますね。あ、マジっすか、結構いろんなジャンルが来ますね。マジっすか、ほうほうほう、
怖えよ。手汗やべえよマジで。ちょっと楽器あのあれですね。これは普通業務指示になりますけど、はい、あの誰かに渡してきれいにして教えていただければ。はい、僕の手汗黒なんでね、さっきの目立っちゃうかもしれないんでね。はい、長澤さんあたりぜひよろしくお願いしてください。すごいな。何にしよう。すごい勢いで来ますね。マジっすか。あ今スパチャが。出島通りの在庫状況の二択が成立しそうなので。あのね、あるんすよね、いっぱい結構あるんすよね。そうなんすよね。よしよし、決まりました。別に2の2択じゃなくても2択じゃなくてですよ。1個持ってきます、ね、あ、はい。じゃあよろしくお願いします。はい、またしても僕1人になりました。はい、このさ、場をつなぐのが一番つらいんだよ。コメントも追えないしさ。まあそうですね。あの早く持ってきてください。早く助けるつもりでお願いね。本当にね、それだけはお願いしますね。はい、はい、ということで、すいません、あのコメント見れないんで、あのどんな話をしてればいいかわかんないんですけど、なんだろうな、何の話しよう。まあたまにはこの配信のその生い立ちとかをちょっと話していこうと思います。すいません、コメント返せなくて。この配信っていうか、このチャンネルか、目隠しギターってしようと思った理由としましては、ですね、もともと、ですね、まあ、2年ぐらい前に YouTube 活動を始めて、このお店の方で、ですね、ずっと、まあ、その、まあ、いい子ちゃんしてたわけですよ。言ってしまうと、あの、毎回、あの、なんですかね、機材の紹介とか、新製品紹介とかしてたんですけど、これだと、バズれないと。僕は思ったので、なのであのもっとこうエンタメに振った動画を撮りたいと思ってやり始めたのはこれでございます。で、目隠しでこのギターを当てるっていうのをやろうと思ったきっかけとしましては、これ僕の個人の配信でも結構言ってるんですけど、あの、たまたまあの目の前に作業台です、ギターをあの修理する作業台の上にですね、あのボスのエフェクターがこうポツンと置いてあったわけなんです。でそれをなんとなくこう持って、なんかノブとかこう触ってたんですよ。その時に、これ目隠して僕当てれるかもしれないと思って、近くにいたスタッフを呼んで、あの、実際に何かボスのエフェクター持ってきてもらったわけなんです。それで、触ったら、わかるわ、俺と。これを派生して、はい、目隠しギターで生まれました。で、この、その結果、今日のこの配信があります。っていう、はい、場をつなぎました。ありがとうございます。じゃあ、次のギターですね。はい、じゃあ先にどうぞ、見ていただいて、はい。さっき一番多分コメント多かったんじゃないかなっていう、これです。はい。ちょっとギター全体。はい、一応ね、言ってもらってね。はい、怖えよ。こんな感じです。じゃあ先に、はい、渡しますね。じゃあ、もっと持ってくだけしますね。はい。ちょっと待ってください。はい、じゃあ、答え変えますね。はい、お願いします。怖えな。怖えと言いながらもう分かってそうですよ、ね。いや、まだ分からないですね。なんだろう。ただ、この段階で分かるのはアコギだなっていう。はい、それだけは分かりますよ。アコギの何だろう。怖いな。僕、どっちかっていうとエレキ専門なんで、アコギは結構今村さんに任しちゃってるんだよね。僕あれでも疲れたら途中で今村さん変わるからね。いやいやですよ。ちゃんとですよ皆さん、目隠し1号機と2号機がそこセットしてあるんで、ダブル目隠しできますんで。はい、いいですか。分かりました。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、はい、軽いですね。いや分かんない、さっきのギターが重すぎたから軽く感じてるだけかもしれないですけど。はい、あ、なんだろうな。さあどうでしょうか。思ったより薄いネックなんですよ。うん、でも、まあ、この段階やっぱ気になるポイントとしてはここですね。あ、ボリュート。そう、やはりこのボリュート、ここがですね、あ、じゃあちょっとあれ、いつもの動画よりもっとあれだね、はい、ちゃんと説明した方がいいです。はい、皆さん、こうボリュートと言います。はい、はい、このボリュート部分、これがですね、まあ、ここがもっとこう滑らかというか、何も尖りがないモデルもあるんですけど、はい、こういう尖ってるモデルなんかも中にはあります。そしてこう尖ってる場合、ですね、まあ、いろんなメーカーがあるんですけど、はい、まあ、僕は結構マーチン系かなって思っちゃうんですよ、まずこの段階 で、はい、で近年のマーチンは結構ネック薄かったりするんですよ、うん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 、だから結構今候補としてはある。この段階でマーチンのトリプル O28 とかは、はい、まあ、ネック形状的にはちょっとあるかもしれないと思った。しかもネック塗装確かこういう感じだったかな、はい、これは非常にね、あり得る話あり得る話でございます。で、まあ、マーチンといったら何かと、はい、匂いを嗅いでおかないといけない。
匂い嗅いでおかない。そうそう。じゃあ嗅ぐか。どうぞ。はい、いきますよ。どうですか。うん。うん。店頭に長く置いてあったマーチの匂いがしますね。はい。99% マーチンです。これはマーチンですね。はい、おそらくマーチンです。多分マーチンです。多分マーチン。はい、多分マーチンなんです。これはですね、何回も言い聞かせてる時っていうのは自分にも、あ、何回も言ってる時でも自分に言い聞かせてます。マーチンですこれは。で、わかる、軽さだけで言うとしたら、はい、まあトリプルオー28とかなるんですよ。うん、ただドレッドの可能性もあると。うんうん、それは持ってみないとわからない。そうで、しかもこれまたやばいのがですよ、はい、これトリプロ28今店頭にあの類似機種が2機種あるんですよ。そうですね、はい、トリプロ28とトリプロ 28EC っていうエリッククラプトモデルがあるんですよね、はい、だから仮に28だったらそれを当てなきゃいけない、はい、その違いはどこにあるかと、はい、ここにエリッククラプトンって書いていくどうかと、はい、どうすりゃいいんだよっていうじゃまずそこを確定していこう、はい、これがあのドレッドなのかトリプルなのかまず持っていきましょう。はい、はい、ダメ、え、ドレッド、ちょっと待って、すごいコメントが来てます。はい、触らず当てるをしてほしいって触らず当てる、オーラだけですねえ、ドレッド、ドレッドか、やべ、ちょっと分かんなくなってきたドレッドだよな、ドレッド D の28じゃないか。ロンさん、鼻を塞ぎましょうって言ってますよ遅かったな遅かったですね。ドレッドだわ、ドレッド、ドレッド、じゃあ D の28だなんですけど、またあれでしょう、あえてこれ持ってきたでしょ。これはですね、私やはり今村さんとの歴も長いんで、なぜこうドレッド D28 持ってきたかっていう、はい、分かりますよ。分かります。分かります。分かります。はい、今村さん言ったわけですよ。店頭に D28 2本ありますよね。うんうん、はい。2本あるんですよ。はい、何が違うか、はい。このピンが違うんですよ。あ、そうですね。分かります。そう、それをペロってこの人は言ってるんです。はい。皆さんじゃあ。知識の問題でございますね。ちょっともう触っちゃいますよ、はい、これどうする、触ってさ、マーチンじゃなかったら死んじゃうかもしれん風刺しちゃうよ、ま、いやでもマーチン、うん、間違いなく落下ってしまうと思う。はい、じゃあもうその全体はもういいよ。 D の28でした、ちゃんちゃんなんですけど、はい、こちらです。ここのピンあるじゃないですか、はい、まあ、ピンがですね、通常モデルには、まあな、あれは何の素材になるんですか、通常のモデル。普通のプラスチックとかじゃないですかね。あ、なんですかね、うん、まあ、だそうです、はい、まあ、プラスチック、まあ、よくある一般的なギターにはそのプラスチック製 の、はい、あのここのブリッジのこのピンが、はい、あの使われるんですけど、今店頭にはその絵が使ってあるモデルと、もう一個、リキッドピンっていう、はい、ですね、6本で2万ぐらいしますよね。そうですね、うん、リキッドメタルピンそんくらいしますね、はい、1万8000円とか、うん、そうですよね、っていうあの液体金属を固め回してるんですよね、あれって。うん、そうです、ね、うん、っていうあの、まあ、オプションパーツみたいなのが使ってある機種があるんですよ、はいはい、うん、それがここに使ってある可能性があると。見た目はほぼ変わんないです、はい、でもですね、甘いんですよ。分かるんですか。当たり前じゃないですか。リキッドピンは真ん中の赤いところがへこんでます、はいはい、でも普通のモデルに関しては赤く上が塗ってるだけなんで丸のままです。触りましょう。これはノーマルじゃないか、はい、多分普通のピンが使ってあるに違いないノーマルだと思いますね。うん、多分大丈夫、はい、大丈夫。そうか、だから匂い薄いんだこのモデルはケースが変わってます、はい、あれですよね、なんか前言ってますよね、ケース自体が、あの、別の国のものになった。あ、それギブソンじゃないですか。あれギブソンか。マッチンは単純にこれは匂いがちょっと薄いだけか、うん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 、っていう、ってことは普通のノーマルな D の28で、はい、まあまず間違いないはずはず、はい、でしょしかもご丁寧に言ってください、ラベル外したって言われて、この人は外したろどうですかねうん、かな、もういいでしょう。じゃあさっさと答え合わせしてみます。はい、じゃあキットピンが使ってない D の28マーチです、はい、いきます。はい、うい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 マキノさん、だいぶ来た、当てられるかなって楽勝っすよ、ね、あーよかった、思ったより難しくなくて思ったより簡単だったなはい、すごい、いろいろ
スパチャですごい当ててほしいギターがいっぱいコメント来てるんで。いや、それやらなきゃまずいでしょ。いや、でもすごい数でどうしようかな非常に困っております。どれにしようかなって。はい、ですね、説明する、これなんか説明ありますか。説明、ザ・スタンダードザ・スタンダード あれだもんね、ザ・スタンダードなモデルで、匂いはこの匂いなんですか。匂い、木木の匂い強いんですよね、非常に。ラッカーの匂いなんですかね。いや、木材でしょうですね、はい、あとなんだろう、まあ、誰しもが一度憧れる超スーパーなギターになっておりますね。はい、でして、ここはリキッド見つかってないんで、塗ってあるだけなのかな、塗りか塗装してんのかなっていう感じです。ぜひお近くのお店でリキッドにあったら、見ると分かります。そうですね。この赤い円が一回り大きくてへこんでるんですよ、うんうんそうですね、っていう感じになっておりますね。です、はい、はい、ということで D の28でした。じゃあ一旦お返ししようか、はい、メガネを取らせてください、はい、今おしんさんから、はい、我々はいつからか協力して店長に間違えさせる配信と思っていたが、これは違う、きっと恐怖を配信だったの恐怖を抱いて書いていただきましょう皆さんにはあー簡単だな。結構みんなこれが簡単なのとか。いや簡単でしょ。相当今回あれですよ、今上さん手加減してくれてますね。いやいや、1本目2本目といいめっちゃ簡単ですよ。よかったマジで。あー焦っちまうわ。みんなからすごいヘビ取ってこいって言われました。いやダメです。ヘビは何人かに言われました。ヘビはダメです。これ生き物なのね。やっぱ生き物なのでね、そういう観点からね。そうそうそうですよ。遊びには使えない、ね。そうです。遊びじゃないです。これなんか遊びじゃない。ガチですよ。そうですね。そうそう。丁寧に扱わなきゃいけないから。そうですね。実際ヘビ来たら僕倒れますよ。めちゃ怖いですね。どうしようかな次。どうします。あ、店長の最終試験、目隠しをしてこのギターの名称を当てよう。実際でも店長になるレベルの方だったらこのぐらいできるんじゃないかって、まあ、僕は前から言ってるんですけど、そうですね、担当ギターの人だったらきっとわかるはず、うん、そうそう、まあね、何もないところが行くのは結構難しいと思うんですけどね。そうっすよ、成功報酬あざっす。お会計っす。ありがとうございます。どうしようかな。どうします、コメント返信コーナー。ちょっと僕水飲んでいいですか。はいですよ。はい、ちょっと水をさせてください。あ、はい、コメント、いいコメント拾ってもらっていいですか。はい、ちょっと僕左遷水分補給させてもらいます。そう、他店の島村の店長を呼んでこようとか研修会になるんじゃないかとか。やるんですよそんな研修会絶対やりたくないですね。今度甲府行くので寄ろうと思いますとか。ぜひお待ちしております。ギターって言ってベース渡して2秒ぐらい困らせたい。ベースでもいいっすよ僕。メーカーもベースですけど。あ、すごい、楽器店勤務が決まったものです。早くこのレベルになるように頑張りますって。頑張りましょう。頑張ってください、このレベルまで。僕は8年いるのかな、もう、うん、8、9年ぐらいいるんですけど、はい、そしたらきっとこのレベルになれると思います。ギター専用とはこのどちらで選ぶのがいいでしょうか、おすすめの買い方など教えてください。これは非常に難しいですね。難しいですよね、まあ、ある程度やっぱギターのその特徴を、まあ、絞るべきだと思うんですよ、うん、例えばそのヴィンテージタイプなのか、はいはい、またはもっとこういろんな音が出るようなモダンタイプなのか、はい、うん、もっと言うとその形とかレスポールとか、うんうん、やりたい曲に合わせてある程度選んで、はい、その中から僕はやっぱ見た目も非常に重要なポイントだと思うんで、見た目で選んでいくのもいいんじゃないかなと思います。よし、じゃあ、ね、他は何かあるかな。どうしようね。じゃあ1個、はい、持ってきますね。あ、今村さんが持ってくるってこと。いや、さっきコメントでちょっともらって。あ、これがいいっていう。もう制限があります。あ、分かりました。コメントでもうすでにこうやって当ててほしい。了解。じゃあちょっと、わかりました。人生初スパチャで最初のエフェクターボードを見がち、エフェクターの見がちのショーとか全て見てます。ありがとうございます。あれもね、やっぱりそのギターの楽器店ならではなことを動画にしたいと思って、まあ、とりあえずやっぱあるあるをやっていきたいなと思って撮ったんですよ。ちょっと目隠しします。懐かしいですね。でそれをやってやっぱりあれって長続きしないなっていうふうに思って、実際そのネタとかもいくつか考えたんですけど、これよりもその目隠しの動画をやった方が
なんていうんだろう、効率って言ったらおかしいな。なんかその台本を書いてあるってやっぱりやったんですけど、これの場合もうね、はい、あれですよ、この配信見てる、この配信、ん？なんだな、今これやってることをただ単純にショートにしてるだけです、もう本当に。なんで台本もないっす。だからなんだって話なんですけど、だからその空いた時間にもう今村さんかしゆいさんを呼んで、もうなんか目隠しするから適当にもう楽器持ってきてっていうだけで準備もあんまいらないんで、だからこれだけ動画もいっぱい投稿できてるのがあるんじゃないかなっていうふうには思ってはいますかね。はい、超真面目タイムでございます。もっとこうコメントに反応したいところなんですけど、なかなか今村さん帰ってこないんでちょっと目隠しも開けられないです。ちなみにこの配信はですね、一応予定です と、2時間やるつもりです。6時から始めたので、8時には一応終わる予定にはなっています。で、先ほども言いましたけど、毎分我々ここの場所で配信やるのはちょっと不慣れなものでして、もしかしたらこう配信途切れたりとか、まあ、できる限りしないように入念にチェックはしてるんですけど、何かあった場合はすぐにちょっと対応できるようにはしますので、ちょっとそこだけご了承いただければと思います。はい、お待たせいたしました。はい、お待ちしておりました。今回ははい、よいしょ、やばいよ、このペースでいくとさ8本ぐらいやらなきゃ。まだ6時半ですよ。勘弁、4本っていうはずだったんですよ。そうです、もう半分以上、元々の企画書だと。じゃあ次これです。はい、これははい、スパチャでご指定があり、なるほど、ネックだけでやってください。また超絶なこと言うじゃん。はい、はい、ちょっと待ってください。はい、いいよ。ちゃんとタグも外しといたんで、はい、ちょっとお待ちください。待ちます、待ちます。ネックだけで当てるって結構、実際のネックで当てれるのってどうなんだろうね。全体の 10% とか 20% ぐらいなのかな。ああ、まあそうですね。結構、結局メーカーが同じだと似てますもんね。そうですね、モデル名まで、うん、わからないと思うんですよね。だけで、ああ、情報収集してる。やめよう、やめよう。入力終わってから順番に行きましょう。はい、オッケーです。いいですか。じゃあやっていきましょう。はい、ネック。まあ、多分あれでしょう。違ったらやだな。違ったらやだな。もうそれがマジでやだ。違ったらすげえやだ。これお願いだから出てほしいって感じですね。多分ね、そういうってことはね、僕と意見合ってると思うんですよ。本当ですか。ジェームスの J300 だと思うんですよ。本当ですか。多分ね、だと思うんですけど。いや、みんなからすごい頑張れネックソムリエって言ってますよ。ジェームスじゃないのか。J300 っぽいけど。ですね、じゃあ特徴言っていきましょう。はい、はい、ですね、はい、これも完全に宣伝でございますよ。はい、当社のですね、J300A か分かんないですけど、本当にジェームスなのか、やべえ、そこすら分かんない。あのモデルに関してはですね、見切れてるこの上ですから、はい、あのモデルに関してはネックがすごい薄いんですよ、はい、うん、できるだけネックを薄くして作られてるっていうのが、はい、やっぱりその特徴的なところなんですよ。はい、ただ、どうだろう、この薄さ、だいぶ薄いけどな。でボリュートもないじゃん。ボリュートないですね。はい、そしてご丁寧にタグも外してきてる。タグも外してます。はい、多分ここに細長いタグがオーラを感じるわけです、ここから。はい、ジェームスって、ぐらいこうバーコードが入ってあるタグが、本来これあるはずなんですよ。はいはい、でも、今田さんガチだからね。多分これ、取ってきてると思われるんですけど、はい、多分気がかりなポイントがあるね、僕の中であるんですよ。でまず1点目、はい、ね。結構ゲームベロベロにしてるんですよ。うんうん、こんなに緩めるか、はいはい、緩めるように言ってるメーカーもあるんですよ、はい、例えばマーチンとかって、うんうん、なんていうのかな、表 この板が浮きやすいところがあるんで、はい、なんでそれをこう浮かないようにネック、弦をこう、ね、ネック動向よりもボディのトップのために弦をこう緩めてくださいっていう話とかもあるんで、はい、もう店頭はそうしてるんですけど、ただここまで緩んでるジェームスはあんまりない気がする、はい、また単純に座ってるだけなのかもしれないけど、はい、で、あと何、あとなんだ、どこを見ればいいんだ、仮にそれジェームスだった場合、はい、色も当てないといけないってことだよね。まあ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 って言ったね。まあまあまあって言いましたね。
ですね、ジェームスの場合、このネックの塗装がですね、確かカラーによって違わなかったっけ。結論から言うと黒かと思ったんですよ。はい、確か黒ボディ、黒い塗装のモデルはジェームスは後ろをこれ塗装しているはず。あ、だったかもしれない。ちょっと待って、J450 っていうのもあるか。そうなるとピックアップがあるかないか。やばいよ、これもうやばいよ。ナットはどうですか。あ、ナット言っとく。ぽいけどね、ジェームスらしさは感じるけど、いや、ジェームスなのか。違ったらこれもう紛失で、こんな。やばいですよ。やばいよね。自社モデルとかって言ったのに、違う可能性も非常にあるわけですよね。ちょっと持ってみていいですか。あ、いいですよ、いいですよ。あれ、カッタ目がついてる。どういうことだ。わかんないな。ということは J350、 いや350、待って、塗装は、塗装触っていい、ここ触っていい。じゃあいいですよ。ちょっと待って、さっきスパチャくださった方に、はい、敗北ですね。待って、もう持った段階でさ、関係があるって言ってるからさ、もう敗北なんだけど。じゃあどうぞボディ。これは当てに行ってください。いやー、やだ、当てきたくねー。何これ。じゃあ黒とかじゃないのか。待って、上位モデルは塗装ってどうだったっけね、黒塗装。でもジェームスじゃないんじゃないか、ここまで来るとこれは。このネックのしさ、他にもあるのか。あー、はい、皆さん、これがですね、いつもショートでやってる、その僕が編集前の動画になってます。長い時はですね、20分とか僕がずっとうん言ってるわけですよ。そう長い時30分ぐらい悩みますもんね。そう、26分から今まで一番長かったか。はい、それをですね、今生で見させております。はい、これは非常に辛いですね。じゃあちょっとボディ触るか。はい、もう、はい、負け負け負けっす。はい、おう、おう、プリアンプがないですね。はい、はい、プリアンプっていうのはですね、ここにですね、音量とかをいじるためのパラ、なんていうのか、つまみがあるんですね。はい、それがないっていうことは、だいたい、まあ、ここについてることが多いですけど、うん、中のこのホールの手前がこの辺に、そのボリュームとかトーンをいじる、あの、なんていうのか、ダイヤルがついてると思います。はい、ちょっと触ってみましょう。ありますね。うん、フィッシュマン？フィッシュマンついてるな。うんうんうん、どういうことだ？フィッシュマンってついてたっけ？あ、スパチャで匂い解放しますって言ってまして、匂い解放します。ん？ん？匂い？なんだ？え？マジでわからんの、これ。薄いけどな、このネックの薄さは。だから匂いがわからんの、なんだこれ。どうしよう、わかんなくなっちゃった。ジェームスに近いんだから、はい、だからあとはこんだけ薄いネックだとヒストリーか、ヒストリーもある、うんうん、ヒストリーのモデルは、はい、待って、ここってめっちゃ薄いもんな。ってことは上がちょっとだけ太くなるんですよ。あ、そっか。いやいや、わかんねえ。あ、でもぽいな。あ、すごい、みんな。いっぱいコメントくれてますね。目が追いつかないですね。、うん、ってことは、はい、うん、ヒストリーのモデルの可能性はある、はい、しかもあれだもんね、フィッシュマンだもんな。フィッシュマン、お、辻褄が合ってきたね、結構。ヒストリーの現行モデルはフィッシュマン使ってるんですよ、はい、うん、で、カッタウェイモデルか、うんうん、ってことは、カッタウェイの形が多分特徴的なんですよ。そうですね、うん、あれ何カッタウェイっていいですか。フロレンタイン、あれ、ベネチアンでしたっけ。やべ、どっちかがね。ですね、あ、今両方、あ、そうか、フロ、あと、ベネチアンがあります。なるほど、なるほど。ですね、ベネチアン、どっちかがねえわ。ヒストリーのモデルに関しては、僕が今持って NT の、あれは C3 か、C3 ですよね。だから、はい、下のここのボディが結構大きいんですよ。はいはい、うん、でそして、ここの尖りが、うんうん、なんて、あんまり上まで来てないんですよ。はいはい、ちょっと下目というか短いんですよね、うんうん、はい、っていうのがきっとここのカッタウェイ形状だと思われる、はい、あと何だ、何で分かるんだ。あとは、ね、あとってプリアンプでしょ。で、うん、しかもちょっとエリアコじゃん、はい、であとは何だ。
そうか、だからナット触れって言ったのね。ナットのここの弦の溝が全然変わってきますね。ただですね、これよく動画で言うじゃないですか。実際あんま分からないですよ、まあ、目で見ない目隠しちゃうと分かんないですね。実際、ですね、ここのナットの弦の溝が、弦とここの何ここなんだろうな、隙間がこのランクだとほぼないんですよ、はい、だから爪でこうやった時にほとんどその差がわからないんですけど、正直自信ないここだけかな。あ、待って、あと仮にジェームスだったら、はい、ここの弦の下、はい、あ、あった、そんなことやるようにボディの中触りますよ。あ、でもおしんさんこのピースハマっていく感じ気持ちよすぎて。マジっすか。私としてはめっちゃ気持ち悪いっすね。一発やったのにさ。はい、これ皆さんもぜひ覚えておこう。このギターがまず表が単板かサイドバックか合板かっていうのを見極める方法を教えましょう。はい、はい、ですね、まずこの配信見てギターがあまり分かんない方に説明します。はい、ギターにはですね、この材が1枚かまたは2枚以上の貼り合わせの材かっていうのが、あの、なんていう、貼り合わせの材どちらか使われてるんですよ。はい、でまず表の板、これはですね、ここ横を触ると分かります、この縁の部分。これを触るとここにね、なんかザラザラがあったりとか、あとなんか見れば分かりますよね、2層とかやってると、もうまあ結構手で触れば分かるんですけど、あのそうなった場合は2枚以上の材が使ってあって、これはもう周りツルツルしてるんで、ここがこれ1枚の板です、単板です。問題はですよ、横と後ろ、ここがあのね、まず見てないから木目も分かんないし、あの1枚かどうかって分からないですけど、これ分かる方法があります。それはですね、中手を突っ込んでもらって、この横のところに、ですね、今村さんが教わりました、これ中のこのサイドの裏側にですね、なんだろう なんていう補強材みたいなのがね、そうそう、割り止めっていうんですか、はい、が貼ってあるんですよ、縦というか、なんだろうな、はい、に貼ってあって、それがあるものは1枚です、これ単板です。はい、で、今触りました、あります。なんでこの瞬間に、はい、ジェームスじゃないです、もっと高いみたいになります。はい、恥ずかしいよ、全く。さあ、ジェームスとか言って。いや、今、レナードさんが、はい、この知識生かされる日が果たして来るのか。来ます。また来ます。来ますよ。で、これ実際、あの、自分でギターを選ぶときに、はい、その単板、オール単板のギターを選ぶときに、はい、なかなかモデルを検索するの面倒じゃないですか。はい、見ればいいこと、横から。うん、はい、単板ですね。ドヤ顔で語ればいい。になります。はい、なんでこれは間違いないです。NT の、C さんです。ただ待ってよ、硬いモデル2本あるな、よく考えたら。NT 301番。はい。じゃあ解禁しましょう。この硬いモデル。硬い。はい、C さんです。はい、NT C さんでございます。はい、危ねえ、全く変な世界だよ、全く。じゃあもういいかな。はい。もういいね、行きましょう。ヒストリーの NPC さんです。はい、はい、どうぞ。はい。はい。はい、危ねえ。危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない。ロンさんから、はい。タノリシグネチャーギター早く作ってねって。いつか作ってみたいなって終わっておりますよ、全く。ああ、マジ変な汗かいたわ。僕が一番変な汗かいた。これでさ、開けてさ、ああ、J350 ですね。もうね、あれですね、赤いミキみたいなね。ああ、マジで汗かいたわ。あれですよ、僕、こう、汗かかない人間で有名なのに。ね。すごいすごい。でも今もう2800人のまた増えましたね。目隠しを取るごとにね、500人ぐらい増えてすごい。さあ、何人までいくかっていう、はい、これもあのあれですね、僕のこのきっと評価にいつかなるはずです、はい、なると信じて、はい、頑張っていきたいと思いますね。ですね、どうします、ちょっとちょうどいいね、こんぐらいの尺がさ、ちょうど10分だ。そうそうですね。そう、僕はこのぐらいで考えてた。初スパシャ、いつか店長からギターを買いたい、今村さんのターンを見たいです。いやいやいや、やるか。いつになったら人間に戻るんですか。戻れません、一生このままです。今村さんやる。やんないです。そんな心の準備できてる。いや、それはいつか第2回と。あ、猫ギターさんが あんなにハードル上げたのに。今回の出題者です。あ、なるほどね。いや、焦ったわ、マジで。よかった。さっきネックタッチでいきたいな。じゃあ、どうします、ちょっと
水分補給大事だ。あのね、わかんない、変な緊張とね、この甘いこうでかい声を叫びまくってるせいで、ね、今手がちょっと軽くしびれております。いや、僕もパソコンに文字打つと来て震えます、ね、いや本当にね、我々ちょっとね慣れてるとはいえ結構ね、あの何間違えられないっていうね。じゃあ、その日人類は思い出したネック以外をヒントを与えたい。無理。成功報酬2位。嬉しいです。ありがとうございます。お会計です。すごい。2700人。いやー、なんかだいぶ増えましたね。はい、間違えられないよ。これでもう間違えてさ。やばいよ、やらせだったって僕が間違えたらやらせだったってコメントがもう埋まってしまうからね、間違えられません。あ、猫ギターさんに救われた。ブラタナスが人間に戻れる日は来るのか。はい、あ、すいません、これ完全にあの僕の配信の方の話になってますね。はい、聞きたかったらそっちの方を。アーカイブがあるから。1時間で4本やるよ、この後。そうですね、大変やばいです。アンパンマンギターリベンジやりますよ。や、重ね覚えてないやん。結構難しい。重ね覚えてない。スマちゃんの点数が良かったら今村さんのライブやりますか。やりましょうか。いやいやいや。ぜひお願いしたいところですね。じゃあ次僕のとっておきを持ってきていいですか。あ、いいっすよ。あ、その前にちょっと待って。あ、いいですよ、はい、あれって、うん、あ、なんか来てます。大丈夫かな。あ、特に大丈夫そうですね。わ、ね、はい、かりました。じゃあなんか今村さんって用意してきたんでしょ。そうなんですよ。じゃあいい、今村さんが ガチンコのやつを持ってくるってことでいいですか。はい、はい、わかりました。じゃあ今村さんがガチンコのやつ持ってくるらしいんで、お待ちください。はい、じゃあ何の話をしましょうね。ちなみにですね、あの今村さんはですね、やっぱりそのどちらかというとこちら側の人間なんで、なのであの僕がこう分かる分かんないの多分この基準が彼の中であると思うんです。そんな彼が今日出勤してきて、あの今日はのどうしても当ててほしい日が2本ありますと言ってきたんで、まあ、あくまでやっぱコメントを優先したいっていうことを伝えて、その中で時間があるやったらやってもいいよって言ったので、まあ、ちょっと今回1本だけ持ってこさせてもらいます。多分言うってことは相当むずいっす。あの変なの持ってくるに違いないっす。ただ僕も負けたくないんで、はい、あの頑張っていきたいと思いますね。で、あと何の話すればいいですか。なんだろう、すごいそのこのタイミングで話す話題っていうのも特に考えてなかったんで、うん、な何話しようかな。なんだろう、じゃ一瞬だけコメント見ようかな。今のさん来る前に、はい、コメント返信します。私たちの味方はしおりさん。しおりさんはですね、今回呼んでおりません。第2回から第2回がもし仮にあるようだったら呼ぶかもしれないです。ちょっと人手的なものもあったりして、はい、あの何より今回あの僕と今村さんが全責任を持ってやるということで、ちょっとしおりさんには、はい、なんか出てもらってはないです。はい、よかった、何を持っていてくれて。何話せばいいか分かんないです。じゃあ、まあまあ、じゃあ先に、はい、見せますね。はい、見せしていただいて、これです。映ってるかな。 OK? はい、手洗ってきたよ。はい、これ難問ですね、多分。はい、難問いただきました。はい、重たいっすね。さっきもラグビーで言ったようにね、重たいですね。入れますね。はい、入れてください。よいしょ。難問？はい。難問か。なんだろう。よいしょ。え、どのぐらい難しいですか。てか難問っていうことは、はい、多分2択になるんですよ、どうせ。絶対そういうのを持ってきてるに違いない。まああんま触らずね、はい、ゆっくりやっていきましょうと。またね、中古とか出されると困るんだよ。中古じゃないよね。先言うわ。中古じゃないよね、全く。はい、じゃあ入れました。いいですか。じゃあネック触っていきましょう。はい、ネックで。はい。これね、これは、これは、
でも多分見たことあるんじゃないかなって気がします。いやいや見たことないギターない見たことないギターってんだったら困っちゃいますから、ね、何これ、ちょっとマジでわからんな。いや悩んでください。いやこれ多分もう外させに行ってるんで僕外してもいいよっていう。そうですね。これがですね、はい、ガチなの持ってきてますね。はい、ガチ。何？ネックじゃ分かんないですね。絶対分かんない。でもなんだこれ。傷じゃないよな。もうボディーよ。はい、いいですよ。もう分かんないです。どうぞ。はい、どうぞどうぞ。ネックソムリエも分かんないっす。あでもこれみんな結構当てれたらすごいねって言ってますよ。当てなきゃ当てなきゃはい、でも一つ言えるのは結構重量あるんですよ。はい、なかなか重いギターを持ってきたなっていう、はい、うん、なんだか重さ何キロかをじゃあまず計算。何キロか3.7、うんうん、4はない。あ結構重いと思います。重いっすよね、うん、結構重たいギター持ってきてるんですよ、はい、だから考えたのはありそうなラインとしては、まあ、軽めのレスポールとか、はい、あうん、テレキャスストラトでこれだけ重いのはかなり特徴があると思う。ただまあ可能性としては十分ある、はい、うん、まあ、ちょっとボディ触りましょう、はい、どこがいい？もうどこでもいいですよ。どこいい？一番最終的なヒントは、はい、ヘッドとピックアップはめっちゃ分かりやすいと思います。でそこ触るなってことね。まあ最後どうしても分かんなかったら触っていいですよだそうですじゃあボディをちょっと触っていきましょう。ヘッドとピックアップ以外、はい、オッケー。じゃあまず塗装か、はい、何これ、汚れ汚れ傷タコ中古どうでしょうね中古持ってきたもしかして中古なのか。何これ、どうってんのこれ、何これ身に覚えないですかこれ。はい、ないまず見てないしなんだこれ、すごいすごい、ここにザラザラがある。中古じゃない、傷、で木目はこれじゃないだろちょっとじゃあちょっとコントロールいきますか。はい、どうぞ。テレキャスか、テレキャス3ウェイ、うん、で、あとはサドルか。これは1,2,3,4,5,6 連6連のサドルは、でピックアップさせていけないもんね。はい、ピックガード、何これ、ヒント言いましょうか。ダメやめろよそうやって優位ポジからピックガード結構特徴的なんですよ。マジです。あ、まあ素材が特徴的なんですよね。素材とはいかに。プラスチックではないんですよ。プラスチックじゃない、どういうことだプラスチックじゃない。あ、じゃあこれがあれか、何枚か、あのワンプライなのかどうかを、はいはい、検証していこう、はい、ここがですね、まずこの斜めになっているか、あとは何直角って言えばいいですかね、になっているかによって、はい、このピックガードが何枚構造かっていうのが分かるんですよ、はい、多分直角だから1枚、これが1プライだと思うんですよ、はい、斜めだと3プライ、3枚入ってて、下が白黒白とかになってることが多いんですけど、はい、多分そういう感じじゃないで、このここだよね、ここ、この傷ガチやん、ガチやん、マジで1個ぐらい外した方が僕は全問正解したいんすよいやでもこれ多分絶対分かります、はい、絶対分かります、ちゃんと考えれば絶対分かります。ちゃん、何それ、推理パート始まりました。もうやっぱちょっと裏いきますよ。すごい傷ついてる、70年代だ。ああ3点止め、はい、こちらです。ここなんですけど、はい、これが、70年代仕様のピックが、ネックプレートになってるんですよ、はい、でフェンダーじゃないの、はい、はえフェンダーじゃないの、 F って書いてあるこれ、
イナって書いてない。文字何これ。ちょっとなんかすごいザラザラなんですよ。あんま分からない。そう、どうしようどうしよう。でもちょっと待って、何だったって。だから結構年金が入ってるギターであることは間違いないですね。それは間違いない。でテレキャス で、はい、でヘッドが特徴的で、はい、でピックアップが何なんかなってるの。ピックアップ触っていいですね。じゃあそれ分かりますかね。何これあれだね。ちょっとあれだよね、その普通のテレキャスターのピックアップって、はい、ここにその銀のカバーであってるのかなが、はいはい、まあ、あるんですけど、これはポールピースがむき出しのタイプなんですよ。ポ、はい、ールピース、知らないよいや知ってますよ絶対知らないよ誰かも聞いた。店頭にあるって言ってるね。店頭にはないです。もう店頭ないからね聞きましたかこの人は聞きましたですね、あの店頭にないギター持ってきてますえ知らないよ。え、知らないよ。え、誰かのギター？誰のギターでしょう。知らないけど何誰が託されてきた。え、じゃあヘッド触るか、うん、だってもういいですよ、ヘッド触って。え、でもメーカーはフェンダーじゃないの。これやってるってフェンダーでしょ。あー、まあそうですね。フェンダーじゃないのかえ、何その、え、今村さんのギター。今村さんのギターテレキャスなんて思って見たことないですけど。そうですか。今村さんのじゃん、そしたらヘッドサーロー、はい、はい、え、角がありますね角がある。何これ。あ、思い出したわ、 GL 持ってたわそうだわ、 GL 持ってるでしょ。 GL のなんかテレキャス持ってなかったっけ今村さん。どうでしょう。いや、ずっと持ってる。あ、そっか、GL ってこれだもんなそうだ、今村さんのギターですしかも見たことないよ、これ。ないです。うん、一回見たことない。あ、本当ですかせめて持ってしてるやつを一回見せてくれよ。いやいや、見せたと思ってました、ね。いや、見たことないやつ。GL の、これは何なんだ。クラッシックだって、なんかもう GL はあんま知らないんだよG&L のクラシックテレキャスターだから、もう片目わからん、ちょっと GL 疎すぎるなはい、ですね、あれなんだ、もともとフェンダー、あれ、レオフェンダーって言ってたの。そうです、レオフェンダーが会社を作ってはい、っていう、あのですそうフェンダーのすごい有名な、まあ、はい、創業者になるんだっけ、レオフェンダーって。そう、レオフェンダーはまあ、もともと作った人です、が独立してフェンダーをやめてね、うん、そして作ったのはこの G&L っていうメーカーを立ち上げたわけですよ、はい、そして、はい、ここで分かったわ、そういえばこんな感じだったんですよここまでさ、だってさ、え、フェンダーじゃんと思うじゃん。フェンダー、あれ、ちょっとなんか滑らかかなと思ったらこれじゃあいいですね、うちの店、あの G&L 今のところ置いてないんですよ。そうですね、だから、ね、非常に経験不足が出ておりますせやねん、まったくこれ見たところでどう反応していいか分かんないっていう見てみます。見ようか、じゃあ、はい、多分今村さんのギター見ます、はい、はい、正解です。ちゃんとボディのトップにレオフェンダーってサイン入ってるんですよ知らん初めて見たわこんなん、いつせめて知ってるギターであ、見てたと思ってました。いや、初めて言いましたね、うん、かっこいいですねなんか釈然とそうだないやいやいや、はい、いや、もっとスパって当てれるか、もう逆に全然当てれないか、どっちかかなだって初めて見るちょっとメガネしますよ全く困ったもんすわ今同説3000近くいってまた500人くらい増えた、ありがとうございますGL 入荷クラブ立ったなあ、でも星園さんが今村さんヘッドはもちろんピックアップにも特徴あるのを教えてくれるの優しい。いや、相当優しいですね相当優しいと思いますね、ありがたいです。ポールピース六角ではサドルも特殊だったっけ。なるほどね、ちょっとよく見るわ、勉強します。そう、 GL のギターってピックアップの高さを一弦一弦全部六角で変えれるんですよね。だそうです。そうそうそう、 G&L 久々に触りましたね
これネックでやってるの絶対無理でしょ。どうすごいね。お、G&L の今村さんのやつですねって言ったらさ、ビビるでしょ。いつ持ったんですかって。成功報酬あざす。お会計さんありがとうございます。3000人行きました？行ってる？いや嬉しいですね。3000人すごいね、なかなか。ありがとうございます。可能な限り出前ディスっぽいマーク持ってください。一応分かんないやつ持ってきてください。未だに出前ディス分かってないからね、僕。はい、あとなんだこのギター。何年前買ったんですか？これでも3年ぐらい前ですよ。あの買った時にジャンクで買って、バック割れてたんで、ボディ割れてて、あ、ここ割れてて、はい、直しました。これですよ、ギター作ってる人間は自分で直せると。ずるいな。テントに入れたことないギターっていうのやばいでしょ。そうだよ、だってなんか G&L 持ってるみたいなことを昔言ってて、それでこれを触って思い出したら絶対今村さんのじゃんっていう。僕の持ってる他のフェンダーとか全部塗装剥がしてそのままなんで、持ってこれるのこれしかない。やらしいことにさ、今日さ、僕この配信のためにほとんどこの奥のスタジオにこもってたんですよ、はいはい。でだから今村さんが出勤した瞬間知らないですよね。あ、そ、気づいたらいて、そうそうおはようございますみたいなって言ってたんですよ。だからまさかギター持ってるなんて知らないじゃん。怖すぎでしょ。全く困りましたね。確かに結構割れてましたね。そう、結構割れてました。もうパックリいってて、はい、見える、よく見とく。こんな感じですよ。はい、これ直してるらしいですね。でもまあもう3年ぐらい経って、はい、広がらないんで大丈夫だと思います。全然わかんない人だね。ピックガード鉄なんですよ。これ鉄なんですか？そうそうそう。で、面白い話があって、はい、一回ピックガード外したんですよ。お、そしたら裏側にマニキュアで愛って感じで書いてあったんです。めっちゃいいじゃん。いやもう必死に落としましたよ。ラメ入りのマニキュアを除光液で超面白いです。ありがとうございます。もういや、次行こう、次。はい、次。あ、もうやるだけやろ。はい。今、7時。はい、7時ですね。ちょっと、つなぎの話題が欲しいな。つなぎの話題あります？なんかあるかな。そう、なんか、あの、質問をいただければ、それに。あ、そう、質問、そうですね。はい、なんか、あれば、僕がお答えするんですけど、つなぎの話ね。じゃあ、僕、持ってきますね。はい、じゃあ、お願いします。はい、簡単な質問聞いてみたい。じゃあ、ちょっと次引きますか。あれ、引くあるよな。じゃあ、軽く次引きます、なんか。アコギ恋と呪いのギターや、はい、ですね。仕事終わりました。来れてよかった。あ、大丈夫です。あと1時間やります。あと1時間ぐらい目隠してギターやってますんで、おかげさまで生きております、本社が。はい、あの、何の見たとは言わないですけど、僕が唯一あの敬愛する、はい、あの YouTuber のネタではございますね。はい、あの、すいません、完全にあのこれがですね、あの別の配信で定着してしまいましたので、あの、この配信でも多分僕が言う言わない限らず、あのコメント欄でたくさんもらえると思いますんで、はい、お願いしますね。じゃあちょっとそろそろ来るかな、目隠しする。じゃあ待ちましょう。多分このペースでいくとあと4本は当てることになるかなと思います。1回ぐらい今村さんに正直やってもらいたいところではありますね。あ、そ、じゃあ何かいくら掲示するか。はい、なんだろう、ライブやってます、やってるよ、やってます、ライブやっておりますよ。そうです、公式アカウントで今配信しておりますね。あの、許可をいただきました。そうですね、1本ぐらいやっぱり今村さんにやってほしいですね。あの、彼もやっぱりこちら側の人間なんで。はい、来ましたね。はい、はい、じゃあ、お、アコギ落としましたね。あ、本当ですか。あ、はい、聞こえちゃいました。あー、もう分かっちゃった。これはコメントから？いや、これは特に来てなかったんで。あ、普通に個人的に1個のやつね、はい。じゃあその2本のうちの2本目ね、これが。そうです。はい、いいですよ。はい、分かりました。これで僕の試練は、僕からの試練はこれで。あ、そうです。じゃあ見せてもらって。はい、これです。これです。はい、じゃあ持ってっていただいて。よし、はいはいはい、あざす。軽いわ、さっきと比べて。また自前の僕が作ったギターですね。いやいやいや、よいしょ。コメントがどんどん来てますね。はい、あの、うまく拾っていただけると。すいません、僕一切コメント返信はできないんで。
しょ。怖えこれはちなみに難しさ何パーぐらいですか。あ、結構上位かもしれないです。上位でも坂本さんがちゃんと覚えていれば一瞬で当てると思います。マジっすか。ちゃんと覚えてると思うけどな、はい、一通り頭に入れてるつもりなんですよ。つもりなんですけど。じゃあ行きますか。はい、じゃあまずネックを、はい、ご覧ください。こちらにボリュートがあります。ここです。あの2本目だったっけやったマーチンと同じですね、はい、ここに。あの単純に僕の疑問なんですけど、ボリュートって何であるんですか。ボリュート、強度的なところじゃないですかね。ああ、そうなんですね、うん、だそうです。昔ってネックのヘッドをこう、今一本取りとかありますけど、うん、あのヘッド角あるじゃないですか。それをヘッド角作るためにバラバラの木を継ぎ合わせて角度をこうつけてたんですよ、はい、それでそのままスルーの状態でやっちゃうと強度が保てないって言ってボリュートができたりとかって感じだった気がしますよ。ああ、なるほどね。そういう、そうそうそう、ためになりますね、この話は。そういう裏話なんかも聞けちゃいますね。あ、そう、コメント返せなくてすいません。なんかいっぱい来てて。おかげさまで生きておりますって、なんか、スパチャいただいてました。簡単な質問聞いてみたいって言ってました、ね。あ、します。はい。はい、ちょっとぜひこれ聞いてみましょう。どうしようかな、何でいこう。ボリュートがあるってことは、はい、まずこのなんていうの、ひし形とか三角形のボリュートがある時点でもう僕の中だといいギターなんですよ、はい、決して安いギターじゃないですこれは、はい、値段、うん、この配信でさ値段言うのめっちゃ怖いけど、どうする。なんかさ、いつものあれだったらさ、あ、まあなんか今回からって言ってますけど軽い気持ちで言いますもん、ね、そう、軽い気持ちで言います。これの前さ、3万とか言ってさ、これが50万だったらさ大変取り返しつかないからさ、だから値段は言わないけど、だから大体言ってくる、高いっす高いと思いますきっと、うん、うん、かな。あとはね、はい、これは分かったかも。分かりました。イーストマンだ、イーストマンの E20、はい、はいはい、だと思う。なんでですか。ですね、ナット幅が広いです。あ、これはですね、最近入荷しました。最近触りました。ですね、ここのナットのここ、あ、すいません、あのナットってどこだよって話ですね。ここです。ここでございます。ここがナットっていうんですけど、はい、ここのネックのこの幅自体がですね、これが、はい、あのイーストマンのこのモデル触った時にすごい広かったんですよ。はいはい、測ってないけど多分44ミリぐらい、そうですよね、うん、ある。普通だって42ミリとか、はい、まあ3ミリであるかな、うん、434ぐらいの4だと広いかな、ね、そうですね、多分4か5ぐらいあってもおかしくない、はい、結構広めなネックなんですよ、はい、うん、だから多分それだと思う、うんうんうん、でそれを決定づけるためには私勉強しました、はい、ピックガードの形状で触れば分かる。これが多分ね、なんて小さい、多分ホールがこうあったら、はい、ホールの半分あたりから始まってるはず、半分でいいのかな、はい、このネックの付け根からピックガードが始まってるモデル結構多いですけど、このモデルに関しては多分途中から始まってつつ小さい、あの短いピックガードだと思われるんですよ、きっと皆さんの画面にはそれを映ってるかもしれないかな。だからそこは触らない、はい、触らないですか。触らないよ触ったらつまんないじゃん。あと何だろう、どこ触ればいいんだろう。 あのモデルはポリだ。ああ、そうそう。そうす。塗装が、まあ、塗装の話をしましょう。ですね、このギターの塗装がラッカーなのか、あとはポリウレタンなのか、はい、まあ、ウレタンなのか、うん、っていう、その大きく分けて2種類あります。はい、基本的に高いギターには、あの、まあ、例えばさっき持ってきてもらったマーチンとかには、ラッカーが使われるんですよ、はい。はい。これはですね、触ると分かります。はい、で、このモデルはですね、あえてラッカーじゃなくて、はい、ウレタンを採用してるんですよ。はい、なんか形だった。で、触れば多分分かるんですよ。触りましょう。いいですか？はい、どうぞ。はい、ウレタンです。はい、誰でも分かる、ポリか、あの、ラッカーかの違い、これはですね、はい、触るとですね、僕の感想ですけど、ラッカーはちょっと滑りが悪いというか、なんか汗ばんでる。はい、あ、そう、なんて言えばいいのかな、汗ばんでるんですよ。まあなんか、そうですね、ぬめ。ぬめ、なんだそうだ。そう、なんだろうな、こう、人の皮膚があるじゃん。そこの、なんか、ちょっ
とだけ汗がこうにじみ、なんだろうな、わかんない、もう今の僕の手、これ落下だそうです、これ、皆さん触ってほしい、今、腕をこう触ってもらって、こう触るじゃないですか、この感触、これが落下塗装になります。でウレタン塗装はですね、もっとなんていうの、スベスベなんですよね、引っかからないです。あ、そうですね、うん、ツルツルですよね。そうなんですよ。なんかメーカーの人言ってましたよね、あえてこれウレタンにしている理由があると。環境的にも悪いし、ラッカー塗装で、であと作る側の人間にとってもラッカーとかって結構体に悪いので、それを考慮してこのメーカーは最近ウレタンにしましたみたいな。はい、特殊配合らしいですね、自社の。そう、その配合にしたウレタン塗装、まだ、あ、まだというか、だそうでございますね。あと何、何見る、何見るも何もいいんだけど、本当にそれでいいんですか。イーストマンのえ、こんだけ話してしまったらさ、超恥ずかしいじゃん。え、もう、あ、じゃあ、まだ、あとピックアップがあるか見よう。あ、ない、ないな、ピックアップはないっす、はい。じゃあピックアップがないもんね、うん、あのモデルもピックアップないんですよ。私はちゃんと私入会した時にもしかして出されるかも、うん、入会を来ました。あ、本当ですか。入会を行きましょう。変えたんですか。ぽいな。こんな匂いしてた気がする。こんな匂い気がする。うん、ぽいな。イーストマンの、待って、あと入会したのは、はい、あ、そうだよ、あと他にイーストマンに入ってたのはAC322 か、あれに関してはピックアップがあったはずだし、はい、しかも何なら買った目があったんです、はい、買った目ないから、うん、ほぼ間違いないでしょう、はい、あとなんだ、なんだっけ、あ、ペグが音を使ってあったかな。あ、はい、あ、皆さんこれがペグです。触ってわかります。ちょっと触ってみました、ペグ、ここ確かに、あ、そう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 、ギアペグになってたんですよ、うん、あ、まあ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 ほぼ間違いないでしょう。これはもう後藤後藤かわかんないけど、 E20 はオープンペグ、こういうギアが見えるタイプだったはずはず。ちょっと怖くなってきた。どうしよう。あとは何をしようかな。もうないかな、もう特徴ないもん、うん、結構ドノーマルなモデルで、そうですね、表がアディロンダックスプルス使ってあるんですよ、はい、しかもサーモ処理されてる。そう、ですね、やばいよ、このめちゃくちゃ語る配信になっちゃったよ。僕がアコースティックギターで最も好きな台、はい、アディロンダックスプルス、はい、爆音ですこれ。めっちゃいい音になりますね、うん、あのですね、普通のスプルース、これあのギターの表の材にはそのスプルース材っていう、はい、あれって、なんだっけ、杉だ、松ですね、あ、松、はい、松の材使うんですよ、はい、日本語で言うとしたら。で普通のって木目がすごいこう狭いんですよね、うんうん、でもアディロンダックスプルースっていうのはすごいこの木目がこうでかいんですよ。そう、結構広めが多いです、ね、そうそう、指1本分ぐらいあるかな、うんうんうん、そのぐらい大きいんですよ。で特徴としてはすごい音量でかいんですよ、パンチがある、うん、これでジャカジャカ弾けばめちゃ気持ちいいと、うん、っていう僕がもう最も好きなアコースティギターの、はい、僕が自分でオーダーするのは絶対これ使うって決めてます。オーダーしないけど、ね、なかなかないからっていう、はい、っていうものになってきます、はい、後ろは、マダガスカル、ま、そうですよね、マダガスカル、なんで木目がですね、なんかこう、そうそうそう、そう見えますこれ、めっちゃかっこいいです。そう、すごい木目してるんですよこれ、っていうギターなはずなんですよ。ここまで行って違ったらビンタしてください、マジで。これでクラプトンモデルかもしれないですよ。やばいよそれ。クラプトンも幅広いですからね。あ、そっか、そうかじゃねえな。クラプトンじゃないと多分違うはず。はい、じゃあ行きましょう。はい、まあ、まあ喋っててもあれなんでね。はい、ということで、イーストマンの E20、はい、その後に多分いろいろモデルが入ってるんですけど、はい、すいません、覚えてないです。E20、許して、それで行きます。はい、よい、はい、はい、いい、いい、20、あ、OM か、そっか、OM タイプだもんね、はい、早く聞く、おースパチャで必勝、なんでわかるんだよ、褒め言葉、嬉しい褒め言葉、ありがとうございます。これかっこいいよね、結構。そう、これまだあれですね、日本で2本ぐらいしか入荷してない。日本だけに。そうです、そうそうそうです。だそうです、これ超結構貴重なギター。貴重ですね。はい、イエス、このそう日本で買える数少ない2本のうちの1本でございます、はい。ちょっと音鳴らしてみるか。あ、ぜひ。あれ、あれを持ってた日な、傷つけないようにするための、 あの、ホームテープ。あ、ちゅうのある、ちゅうのある。大丈夫です。あの、コメント見ないんで、ちょっとメガネ貼ってください。
いや、快勝ですね、今のところ。危なげなくいけてますよ。ただのホラー配信。やばいよ、この2600人の前でギター弾くって結構怖くないですか。怖いですね。怖いよね、やだよ。いや、僕そこまでね、めちゃくちゃうまい。ジョジョは南部が好きで4。いや、あんま話せないよその話。こっちで4とだけ言っておきます。めっちゃ、いや、もう出そうになるわ。漫画の話すごいしそうになっちゃうからこらえます。ショート用のネタ尽きてしまいませんかって言ってますよ。大丈夫、頑張ってますね。そう真村さんが何とかしてくれますよ、きっと。きっと頑張って持ってきてくれますよね。これで元気ったら笑えるよ。したらいい音です、ね、これはね、マジ。ちなみに今回のこの配信、ですね、結構いい環境でやってるんですよね。はいはい、そうですね。成功報酬をライブしましょう。あれですね、既存の曲とかをやったら、バンされちゃうので、適当に僕がテントでやってるだけですね。なんだっけ、ないと。そう、この配信ですね、それカメラはですね、完全に僕の GoPro を持っていっただけなんで、あんまり正直画質良くないかもしれないんですけど、マイクに関してはですね、これアーカーゲの C414 っていう、これいくらするんで9万円ぐらいです。そうですね、っていうマイクをここに立てております。ちょっとレコーディングできる感じで、がっつりできるやつをやってます。そして、オーディオインタビューフェースも SSL2 かっていう3万円ぐらいする、まあ、なかなかいいオーディオインタビューフェースを取ってきてるんで、もう気兼ねなくいい音で楽しめる。映像より音にはきっといいはずです。やべえ、手しびれてきた。はい、そして皆さんこちらですね。はい、僕のピック見えてますかね。あといつも持ち歩いてます。まだ店頭に在庫あります、これ、はい、結構なんかないですよねって言われてたけど、あ、まだありますね。はい、ジョジョ立ちして。やだ、しません。あ、そう、4K スイッチついてるやつ。これ、あ、そう 4K、 これ使えるんですよ、ね、そう、井出さんに押せばめっちゃ音良くなりますよ。じゃあちょっと軽く弾く、こんな感じですよ、はい。考えられないほどの爆音が鳴っておりますね、うん、すごい、コメントでいい音って言われてますね。いや、よかった、結構ね、マイク地味にいいやつ持ってきてよかったっすよ。っていう感じのギターになっておりますね、はい、いつかイオンの広場でお客さんのギター当てイベントしません？いやよ。いやよ。どうする、誰も来なかったら。配信だからいいんですよね、やっぱり。そう。いや、初めて声だけ多くの方の前で演奏したと思いますね。なかなか緊張するものがありますね。はい、ですね。時間が余ってしまったので、今村さん、よろしくお願いします。無理来てるんですよ。いやー、1分だけやね。1分やってみます。1分だけね、あまりもね、僕がこうね、やっててもつまらないので、たまには今村さんもね、やってみたらどうかなっていう。わかりました。変わろうよ。変わりますか。これそっち側行きたいよ。了解です。じゃあ、大丈夫、バーつなげる。バーつなげられないっす。つなげられないっす。あ、じゃあコメント読んでていいですか。ん、コメント読みながら待って。あ、じゃあ僕入るときにコンコンってやってくれたら、コンコンってやって、ギターを目隠ししてからギターを入れてくるしますよ、はい、オッケー、それでいいですよ。あ、任せて、目隠しあります。もう一個用意しております、目隠し。そう、なんか今日目隠しもう一個置いてあるなって思ったんですよね。こんなこともあろうかって、真ん中に目隠し持ってきてるわけですよ。はい、じゃあコメントちょっと、あ、どうする。じゃあ今村さんに何当てさせるかさ、ちょっとみんなで相談しましょうよ。え、じゃあ一回目隠しましょう。あ、そうですね、一回目隠ししまって。あ、メガネ持ってます。え、いいよ。じゃあ、はい、そうですね、はい、じゃあ何持ってきますか。何持ってきますね。簡単なので、え、アコギがいいです。アコギで、はい、今日わかんない。さあ、アコギだそうです。アコギを何かしら持ってこうと思いますんで、なんかこれをお願いします。マスクのぜひお願いします。
人外たちのおたわむれと言われます。はい、あれですね、否定できないです。どうするどうする、いやー怖いな。ほう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 、あと1分待とう、あと1分なら僕が見たやつで用意してたな。なるほどね、はい、どうでしょう。まあ、アコギにしようかな。はい、あ、よし。え、コメント来てます？あ、いっぱい来てます、すごい来てます。よし、あ、キャー、今村さんこっち見てって言われますよ。え、どっち？どっち？あ、来た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 。はい、じゃあ行きましょう。はい、僕じゃあ、取ってくるんで。はい、あ、待って、待って。はい、皆さん、一旦ここでね、もう、あれ、希望コメントは一旦ここで終わって、はい、今から今村さんが見ますよ。コメント見ますね。そう、外して、コメントをやってくれるんで、はい、はい、じゃあ、僕行ってくるんで、はい、じゃあちょっと見ます、はい、よいしょ、よいしょ、はい、すいません。いやすごいですね、思ったより2500人も見てもらえてるなんて。店長との出会いは、店長は僕がバイトでここ入った時に、そう、最初から坂本さんもその時はバイトでいて、でそこからすごい仲良くなって、結構エフェクターを一緒にこう探しに東京に出たりとか、そう、楽器フェアに一緒に行ったりとか、そういう感じでどんどん仲良くなって、で今でも YouTube で仲良くさせてもらってるっていう感じです。おしんさん、今村さんファイト、ありがとうございます。いい、僕と坂本さんは多分4つ坂本さんが上なんですよね。そう、だから僕の方が、そう、僕的にも坂本さん同じ年ぐらいかなと思ったら意外と上だったんですよね。そう、であとはキラーは今お店にはないんじゃないかなって思います。トム・アンダーソン、オーダーする予定はお店ではないと思います。他の専門店とかだったらね、するかもしれないですけど。あ、来ましたね。ちょっとじゃあ目隠ししますね、はい、ちょっとお待ちください、ね、大丈夫です、ギター持ってきます。あ、ですか、はい、よいしょ。じゃあ坂本さんとのこれまでを話してました。これまでエフェクター探しに行ったりとか、ああ、いいですね、楽器フェア行ったこと、それは後でゆっくり話します、はい、楽器持ってくるんでお待ちください、はい、緊張しますな。はい、お待たせしました。はい、ネギトロ定食、私も食べたい。ネギトロ定食、美味しいですよ。はい、ですね、じゃあまずなんか、それこっち側、僕不慣れなものです。いやいや、怖い。はい、これで見えてるのかな。はい、これかな、見えてるかな、これです、これを持ってきました。はい、ちなみに、めちゃむずいっす、はい、むずい、僕はこれ出されたら、えー、うわ、こんなん持ってきたの、この人。むちゃぐらいにはむずいやつ持ってきたつもりです。はい、はい、じゃあ、いっちゃう。はい、じゃあ、ちょっとね、じゃあ、先は出しますね。はい、時々じゃあ、下側持ってもらえた。はい、はい、はい、話しますね。じゃあ今、コメントを、じゃないや、答えを書くんでお待ちください。これわかんない。これはですね、あれ、これ、これだ、これか、やばい、これ手震えるわ。いや、震えますよね、やっぱこれ、地味に手震える作業をやらせてましたね。これ出たら、はい、結構すごいと思います。ソムリエ行けます。いや、行けるんだ。守ることを許可するよ。まだ全然予測が立たないな。まだネックのこことボディのエンドしか触ってない。こんな感じでいいかな。はい、はい、じゃあ、はい、いきますか。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあネックから。はい、ああ、楽、こっち。これ矢襟ですか。なんでそう思うんですか。あ、これ分かったかもしれないな。なんで矢襟の、うん、あれじゃないですか、限定モデルのやつ。
限定モデルのやつ。あ、違うかな、ちょっと分かんないです。まだ分かんないです。あ、違う違う。あ、違う。あ、そうかもしれないな。ちなみにですね、はい、ここに在庫一覧表を持ってきてるんで、はい、いつでもその、何例えば、依頼人の、はい、モデル一覧とかを教えてほしいよったら、はい、いくらでもお伝えさせていただきますけど。僕の勘は、はい、ヤエリの、はい、なんだっけな、DL かなんかのカスタムのやつ、はい、在庫にありましたっけ？在庫一覧言おうか。あ、お願いします。はい。ですね、今あるのは、はい、SOMH1、はい、違う。SLR1、違う。SRF MA1、違う。SKT カスタム、あ、それだ。SKT カスタムだと思います。え、違うかな。一応他触っていいですか。まあ、いいですよ。なんか怖いな。まあ、一応そう思った理由をじゃあもうちょっとこう、あれ言葉にしてもらうと嬉しかったですけど、ね。ネックの、はい、ここのシェイプがちょっととんがってるんですよ、ヤイリって、うん。で、これが僕ヤイリのギター一本持ってて、うん、同じ形状なんですよね、うん。で、ここのヒールも同じ形状なんですよ、確か。おうおう、それでなんか似てるなって。あとネックが細い。なるほどね。でも、あ、どうなんだろう。僕このギターちゃんと触ったことなくて、うんうん、あるのは最近知ってたんですけど、まだ触れてなかったんで。なるほど。わかんないな。匂い嗅ぐ？匂い嗅ぎますか。わかんない。わかんない。わかんない、そういう。他でもヤエリ、あ、いやー、このナップわかんねえなー。あ、でもヤエリっぽいかな。牛骨っぽいですね。うん。うん。なんかサンバーストでしたよね、その SKT カスタムって。違ったかな。ちなみにですね、はい、SKT カスタムはナチュラルカラーに、はい。あ、ナチュラルなんですか。うん。そっか。あ、わかんないな。じゃあちょっと触りますね。はい、触っていいですよ、触っていいですよ。あ、でも塗装の感じ、あ、あ、あ、ヤイリっぽい。ヤイリじゃないですか、これ。このブリッジの磨きの感じ、ヤイリっすよ。実際結構違いますよね。結構、そう、粗いところは粗いし、ヤイリは結構なんかすごい細かい番手まで磨いてるんですよね。うん、それはね、確かに思いますね。うん、値段の差というか、そうですね、うん。クオリティの違いっていうのが出てきますね。で、ピックガードついてる。うん、あー、これ多分僕のやつと同じピックガードだ。そうですね、多分 SKT カスタムです。え、そうだと思います。え、それ以外ないよな。え、絶対そうです。いいの？あ、いいです。いいです。え、でも、これ、あれですよね、限定モデルで、うん、そう、ちょっと、そうそう、ね、そう、限定モデルで入ってきたってことだけしか知らない。まあ、そう、いろいろと縁があって、そう、入ってきたのが、まあ、SKT カスタムになりますね。これは全部、ツヤなし塗装ですね。塗装ですね。全くもうわからない。なんか自分の手が汗ばんでて、グロス塗装なのかなみたいな感じになります。結構さ、怖いよね。分かんない。めっちゃあるあるですね。うん、この感じ多分ヤイリだと思うんですよね。うん、これ SKT カスタムでいいと思います。いきます。はい、じゃあどうぞ。いいですか。はい、はい、当たりでしょ。やったやったー。ミスクない。いやー、余裕ですね。いや、結構僕的には槍の中でも一番やばそうなやつ持ってきたつもりだったんですけど。いやー、これはいいんですよ。これなんだっけな、パーフェロかなんかかな。あ、そうなんですか。ボリビアンローズっぽい感じのいい木目だな。で、シトカかな、スプルースで。そうなんですよ。はい、はい、もう一本いきますか。今ていく。もう一本いきますか。いやだな。どうする。どうしましょう。2人で当てるたわ今。あ、いいですよ。ちょうど長澤さんいるし。長澤さん、向こうの方は忙しいですか。今誰も。あ、大丈夫そう。大丈夫。じゃあ、2人で目隠しして長澤さんに持ってきてもらいます。それでどうでしょうか、皆さん。それに行く。それしましょう。いいっすよ。そうしましょうか。持ってきますか。あ、じゃあ、持ってきてもらおうか。いいですか。なんでもいいですか。なんでもいい。なんでも付き合えるよ。なんでも来いよ。一回ちょっと。
行きます。オッケーオッケー。じゃあ我々は目隠しして待ってますね。はい、準備しましょう。準備しましょう。はい、あの完全に予定にはなかったからですね。あ、椅子をもう一個これ使おうか。はい、画角がやばい。俺らもう悪いっすね。あのあ、これで大丈夫かな。もうちょいそっちに行きますよ。はい、ここかな。いや、低いかな、これ。低いですめっちゃ低い感じますね。お、そうですね。成功報酬いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。お会計でございますよ。さっき一人になった途端、やばい、何も喋れないなって。そうなんだよね。すごいドキドキしました。あの時間超辛いじゃないですか。しかもさ、もう全然コメント見えないしさ。メガネ、あ、切っちゃったわ。ちょっとさ、コメントを、はい、読んでいきます、ね。はい。なんかあれ、配信止まった？あ、大丈夫か。止まってないね。お二人が初めて買ったギター何ですか？僕、ジェームスなんですよ。あ、そうなんですか。J300A の前のやつかな。あ、はい、だと思います。僕はですね、買ったのは、はい、フェンダーアメリカンヴィンテージ最初から買ったのはね、最初に使ったギターはあれ、あの、え、でもそうです、そういう家だったんですね。めっちゃ羨ましい。いや、本当に今も贅沢の極みでございますね。黒歴史ギターの品番知りたい。あれはなんだっけ、エリオスだっけ。あ、エリオスか。はいはいはい、エリオスっていう。あ、来た。大丈夫、まだギター見せないで、まだ見せないでね、我々に。いいですか。はい。あ、まあ、待ってね、待ってね。はい。見せないでね。いいです。はい。いいですか。はい、そうですよ。ちなみにですね、はい、いつもの配信もこんな感じ、配信じゃない、いつもショート動画こんな感じですよ。僕はこうやって待ってるんですよ、一人で、はい。そして、あの、顔出してくるわけですよ。持ってきていいですか。ダメだなって、大体いつもこんな感じです。じゃあ、待っていいですか。今村さんに渡してもいいですか。あ、僕に、はい、最初。はい。はい。はい。え、ベースか。うわ。うわ。あ、でも、あ、わかんないけど。え、わかんないな。ちょっと特徴を…え、もういいですか、触り始めて。うん、いや、もっとベースはもう我々、あれだからね、苦手じゃん。マジか。こういうところあるよね。ベースか、え、でも、リョウガとかじゃないですか。あ、違うかな、違うな、これ。なんだこれ。どうしていいベース持ってきてるんですか。え、なにこれ。え、ボディ触っていいですか。え、長澤さん的にこれ難しいですか。まあ、まあまあ難しいと思います。絶対むずい持ってきてるよ。絶対 あの口は難しいの持ってきてますよ。ちょっとボディスあります。あ、てかその正解がないか分かんないから、プライスあります。あります。それをちょっとカメラに、うん、じゃないと一体何が行われてるか分からないと思うんで。あー、なんだこれです。はい、お、皆さん見えましたかね。まずちょっとあの右上の操作、長澤さんに教えてないんで、ちょっと文字変えれないですけど、はい、はい、あの そのプライスで、すみません、我慢してください。そちらになります。はい。はい。バースの前にもう一回出してもらうかな。そうですね。うん、どうですか、その。ネックは、はい、サテン。はい、そう。ボディは、ツヤリ。ツヤリ。バッカスとか。あ、バッカスとか。バッカスだったらターボスイッチじゃべ。あ、じゃあちょっとボディ触っていきます、うん。はい、ターボスイッチっていうのはですね、あのベースの、あの、はい、つまみのところの一番最後のトーンところが、あの、何、プル、弾くことできるんですよ、はい。そこで音量を上げるっていうのがあるんですけど、どうですか。ない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 っす。ないっす。でも、多分、え、ジャズベかな。ノーマルっすか。わかんないわかんない。あ、ジャズベだ。ジャズベの、うん、うん、2ボリューム1トーンかな、うん、で、普通のジャズベっぽい一番さ、えぐいやつじゃん。特徴ないやつって。え、なんだろう。え僕、本当にベースわかんないんですけど。ピックガードもいくつかな気がするな。マジで、いや、そんな気がする。あ、あれ、はい、あのネックの、はい、あれ、あのボルトオンのプレートは、プレート1、2、3、4つあって、刻印は何もない。何もないやべえじゃん、配信でさかましてくるじゃんこの人。何もないぞ。はい、え、大丈夫ですか。大丈夫ないです。え、でもなんかバッカスとかそういう感じ。え、でもなんかわかんないわかんない。じゃあ触ろうか。お願いします。はい、はい、あ、はい、
ないですか、ね、軽いですよね。ムスタングウェイズ違うの、アリエル、フリッチも普通だ。ジャズベースタイプで、うん、ネックが立ってて、かましてないこの人。普通にヒストリーとか、でも違う、かまされてるよ。でも、はい、多分そんなに高くない。そうです、怖え、そうです、なんかそう、バッカスぐらいなんじゃないかなとか思ったんですけど、どうするこれで30万とかだったら、やばいよ、この一言によって我々首飛ぶ可能性があります。そうですよ。いや最初長澤さんだからアイバニーズの BTV あたりそうじゃないかとか思った。絶対さ、そういう手持ってくると思うじゃん。そう意外にさ好みですね。そこまでさ、なんか高くないさベース持ってくるじゃん。どうするよ。わかります。多分バスカーズだと思うんで。バスカーズ。ほうほうほう。バスカーズの、はい、BJB。ああ。さ、スタンダード。やべえ、どっちだっけ。ああ、さっきというかさ、見てたのにさ、何が違うんだっけな、BJB。あ、わかる。任せて。ヘッドがツヤありとかじゃなかったでしたけど、それだわ、ね、ちょっと触りましょう。ヘッドの表の板ってここがツヤありだったら BJB、3なんですよ、うん、でツヤなしだったら BJB スタンダード、はい、STD で、ナイス。本当にそうですか。ナイス。BJB スタンダードも、でも結構フレット綺麗じゃない。ここなんですよ、はい、宣伝タイム始まりました。あー、そっか。ここに来て、それが生きてくるわけですよ。皆さん、ここご覧ください。このフレットのこの端っこ、ですね、当社のオリジナルなんですけど、このフレットがですね、一番最後まで汚いんですよ。ちょっと手前側に、手前側で切られてるんですよ。で、まあ、そのバリが出ないようになってるっていうのが特徴的なんですよ。はい、触る限りちょっと丸くなってて、はい、なってます。そう、なってる。で、一番最後のこの、はいはい、フレットが指板の端まで行ってないんですよ。おお、あ、じゃあ触ってみ。あ、本当だ。あ、そうだ。そうだよ。そうだそうだ。BJB スタンダードでこれは。ですかね。とか言ってこれヒストリーだったらやばいですよ。土下座で。いやでもそうですね。これ BJB でしょ。ローズっぽいか。ローズっぽい。え、でもさ、ね、ここでやらしいのさ、はい、カラーなりやっぱり。あ。やばい。色もお願いします。何色があったか思い出そう。白と黒。何サイバーストって言ってですかね。何カラーがあったか教えていただくことは可能でしょうか。ちなみにそこにですね、座標があるんですよ。あ、はい、そこを見ていただいて、あの、何カラーがあるかっていうのだけ、そこだけどうか。我々に。大丈夫大丈夫です。でもそこだけがね、配信止まってないですか、大丈夫ですかね。配信は止まってないです。坂本さんの携帯が落ちました。あ、そのまた困った話なんですけど。まあ、わかりました。はい。バスカーズの STD を見ればいいですか。STD、そうです。BJB、大丈夫ですか。BJB の STD のカラーラインの。ヘッド触ったんでした。ヘッド、あの表だけ触りました。はい、表のツヤがないから。形状触ってないです。はいはい。何カラーがありますか。ちょっと待ってくださいね。はい。これ白はあったと思う。これそうですね。1本だけだったら言わない方がいいですね。そうですね。BJB は、何カラーあります。3種類あります。スタンダードは？はい、スタンダードだけで3種類で、カラー聞いていいですか。はい、ブラックと、あと STD-OL でブラック、あ、それは違う、あ、違う、それ違うと、あとは白です、ね、白、じゃあ黒は白だ。どっちが白わかんない。はい、これがですね、いつも僕やらされていることですね。もうわかんないです。へ、じゃあどうも勘で、どっち、もう任せるわ。もう従う、それに。でもだって質感も黒も白も変わらないす。そう、変わんないですよ。見るか、見ない、しない。黒じゃね。いや白ですよ。言うじゃん。いや、わかんないけど。
白？どっちだと思います？全然もう目の前は真っ暗なんですけど、うん、白。黒は黒。黒黒好きそうじゃん、長澤さん。いやでも意外と長澤さん白好きですよ。白好きかもな。白好きですよ。ほらそう思わせておいても、僕黒だと思う。いや僕白だと思う。それでいこう、否定で見て。はい、じゃあ僕白で、どっちがそう格上かっていうの、はい、これ格付け決まります、皆さん。どっちが上かを思い知らせてやります、この人間に。僕白ですね。そう、僕黒です。絶対黒です。いきますよ、はい、せーの、はい、うわぁ勝ったなんでだよ。え、これ BGB スタンダードだよね。あ、スタンダード、よかったよかったそこはいい。正解です。はい、あ、見えてるか、大丈夫ですか。長澤さんを信じてよかった。そうなんです。片目までは片目まではいけるのに。どういうことですか。いやでも本当ベースわかんないですね。すごく悔しいな。いや僕難しかったです。めっちゃ難しかったです。めっちゃむずいっていうか、なんか何釈然としないです。嬉しいです。じゃあはい、長澤さんすいません。ありがとうございました。じゃあ面白かった。返してもらって我々コメント返しにしますので。メガネ取ってきますね。マジかよ、すごい。絶対とは言わないけどさ、黒だと思うじゃん。格付け完了。店長交代ですか。いやいや交代で。うわーマジで悔しいな、これ超絶悔しいじゃん。音量下がったの、音量下がってます。あれ聞こえます？もうちょい上げてもいいんじゃないですか、はい、もうちょい上がってたかな、はい、うん、その辺で、はい。やはり2択を外してしまう店長、困ったもんですね。成功報酬、ありがとうございます。お会計です。本当に。じゃあそろそろ次が最後にしようか。そうですね、はい、次じゃあ次ラストっす。コメントでじゃあ最後の欲しいもの、欲しい坂本さんに当てて欲しいものを、はい、ラスト1個をじゃあちょっとコメントください。そうですね、ちょっとお茶飲みます。はい。疲れた。カイアナッキーさん、ありがとうございます。大丈夫、コメントなくて。え、坂本さん、クラシックギターはどうなんですか。無理。やめましょう、クラシックギターは。ウクレレも来てますよ。ウクレレも来てます。どれにしようかな。ウクレレつらいね。ちょっとこれ見れちゃいけないね、僕が。見ない、ちょっと目隠ししますね。どうしようかな。はい、いいんですよ、ゆっくりコメント返信して。言うて20分あるからね、まだ。ああ、じゃあでもすごい難しいの持ってきたら、うん、20分なんてあって今ですよ。20分僕や考えさせるってことね。そうそう、どうしようかな。嫌だ。何がいいと思います。任せますよ。ベースでもいいかな。あ、でもあれエレキ何本やった？エレキは何本だろうな。2本か3本ぐらい。僕のやつと、うん、最初の方で3やったか。あ、そっか。じゃあまあまあいい比率でやってるわけなんですね。あ、うん、まあでもそこはでもコメントからね。あ、じゃあさっきコメントで結構前に来てたやつやりますか、最後に。ああ、任せますよ。それはもう今村さんに全部任せます。レナードさんからの挑戦です。いいよ、じゃあそれ持ってきますね。はい、どうぞ。よいしょ。あ、長澤さん、そこにあるギター、はい、あのアコギも一緒に店頭に戻しておいてもいいですか。はい、お願いします。はい、問題これがね、一人になって僕喋ることないんですよ。助けて、長澤さん。僕ですか。はい。なんか話題が欲しいな。話題ですか。うん、なんか逆にコメント返信したいです。あ、コメント軽く読んでもらって、僕が答えられそうなものだったら、まあ、大丈夫ですか。大丈夫です。ドラムとかもできるんですか。ドラムは無理じゃないかな。多分できないと思います。ドラムは難しいですね。ドラム、うん、ドラムの何を当てるかって話ですもんね。スティックとか多分無理かな。あ、スティックは無理。多分難しい。僕はやっぱね、本業じゃないとなかなかできないかもしれない。
奥さんもギターをやってるんですか？やってるらしい。でも一回見せてもらったことないっすらしいですね。持ってきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、最後はレナードさんからも。はい、わかりました。じゃあ先にプライス見せてもらって。はい、見せますね。これです。 OK、はい、OK ですかね。はい、じゃあもらいましょう。はいはいはい、じゃあちょっと入力しますね。重てーですね。いいですか。あー、来てましたね。そう、来てました。休憩中見てました。休憩中見てた。見てました。あ、そうやって入れるんだ。そう、長澤さん、どうしようかな。一応持ってもらってます。うん、考えました。はい、ギターを戻します。あ、はい、そこだけじゃあお願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。マジで助かりました。さあ、入力も終わったってことでいいのかな。あります。はい、後でじゃあ、また。はい、いいかな。はい、OK です。よし、じゃあいくぞ。はい、え、これは、あれだな、ネックがワンプライ、ワンプライじゃない、ワンピースじゃないかな、はい、きっと。ですね、こういうベースとかってここが何枚で、はい、何枚構成されてるかっていうので結構変わってくるんですよ、はい、なんか指に引っかかる箇所がある、はい、多分1、2、何枚これ1、2、3、4、5か4ぐらいあるはずだな、はい、多分上に行ってもあるし、うん、だから多分これはそういうなんか強度を保つためにそういう構造になってるベースで、まあ、まず間違いないと思うんですよ、はい。で、なんだ？これ何弦だ？ 2、3、4弦。4弦。4弦。選択肢多いな。なんだろう、やっぱ分かんねえな。やっぱベースいいよ、持ってこいとか言ったけどさ、言うてベースそこまで得意じゃないっていうね。うん、ネックの感じからすると、なんだろう。パスとかそのあたりなのかな。選択肢を潰していくとフェンダーは多分こういうのはないはず、うん、まあ、ネックが結構特徴的ですよね。そうですね、フェンダーは違うじゃん。あと店頭に何があるんだ、はい、で値段も多分、でも分かんない、怖え怖え、あんま言うとでそこまで安価なモデルじゃない、うんうん、そこそこいい感じ、そこそこいい感じ、めっちゃ濁すけどね、そこそこいい感じ、はい、あのぐらいの価格だと思うんですよ、はい、だと思うんですけど、はい、やべ、わかんねえな、怖え。で、もうボディ行くしかないんじゃない？そうっすね、でもボディ行ったら結構わかっちゃいますよ。ネックでわりかし断定しとくといいかもしれない。二択なんですよ。はい、バッカスか、量が、はい、だと思うんですよ。おお、はい、今のところはどっちですか？わかんない、64で量がかな。おお、僅差ですね。結構僅差。なんかバッカスってこういうさ、はい、何こういうネック、ああ、まあ少ない、うん、なんかそこまで何あの何枚も使ってるような、はい、ベースって今店頭にあったかなと思って。あ、確かに、うん、でもなんかこの何質感とかは結構近いんですよ、はいはいはい、で、あともう一個持ったのは、はい、多分リョーガのモデルは確か、はい、一つ下から数えて一つ上のランクって、はい、LEC か、はい、あ、はい、うん、だったらここがあのこういう構造になってやってるモデルも確かあったはずなんですよね、うん、はい、だからそのどっちかだけど正直自信がないなどうしよう、どうしよう、ボディいっちゃいます。仮にこれが量がだったら、はい、ボディ触った瞬間に分かっちゃうじゃん、はい、つまんないじゃん。でもそこはレナードさんですから、あえてそういうその先がありますよ。その先がきっとあると。じゃあ、ボディ触っていく？はい。いきますよ。両替じゃねえ。今、はい、ご覧ください。
今ここだけで両画感を感じています両画感感じてますけどね、やっぱり両画の LEC でしょ、あれはなんだっけ、スケーターであってますよね、スケーターの LEC じゃない、はいはいはい、ですね、これ木目が見えてると思うんです、うんうん、でその木目がちょっとそのなんていうのかな、触れば分かるんですよ、木目が、はい、でこう触った時にちょっとそれを感じるんですよ、うんうん、だから多分赤なんですよあ、本当ですか赤なんですよ、で今点数ってある LEC 赤だけだったんです、赤の LEC なんですよきっとスケーターので、あとはでもそれはボディをもう舐め回すように触れば分かっちゃう、はい、それはやっぱり、ね、つまらないじゃん、だから どうしようあ、スケールが違うな、あ、両側はここのスケールって言って、ここからここまでの長さがミディアムスケールっていう普通のベースよりちょっと短いんですよ、はいはい、だからそれをここで触ることによって分かるんですか短い気がするようーん、あとなんだろう、ピックアップはあれだもんね、プレベタイプとジャズベがついてるから、うん、そうだよね、それを触ったら分かるし、うん、ピックガードかとが縦長じゃん、うんうん、触る触っちゃいます触って、もう最後さ正直外したくないじゃん保身にちょっと駆られるじゃん正直さ、あ、今なんかスパチャで、はい、今飲み屋に来てるんですけど、飲み屋の女の子は両側のベースはボディ触ったら分かりますよと言ってました、笑ってきましたよ、やばいよほら分かっちゃうよ、そうだ、ほら分かるよ、これだけで分かんだもん分かりましたか、飲み屋のお姉さんもね、こうやって持ってボディ触っただけ、そこだけで両側ですね間違いないですねってきっと言うに違いないですね、間違いないですねそっか、そうだよな、でも普通に考えてボディ触りわかるもんね、ネックと塗装でいくか、でもちなみになんですけど、はい、両側だとしたら、はい、色が、え、いや、2カラーあります、黒もあったな、でもね、予習してます私、え、違うんですか、黒もあるんですけど、はい、黒はですね、これ多分個体差だと思うんですけど、はい、こんなにね、木目に、ね、触ってもね、わかんない、ああ、デコボコしてないって、そうしてないです、もっと表はツルツルだったんですよ、はい、だから、絶対違う、絶対だからでも、本当ですか触ったんですよ、わざわざ触ったんですか、この黒と赤をこうどうやってようか、目隠しで当てようかと見て、わかんねえなーって触るじゃないですか、はい、赤は結構来てるな黒触るじゃないですか、はい、あれこの個体はあんまりその溝を感じないなんかこれでいけるわと今その予習がここで生きてきてるわけですよきっと赤に違いないですこれはどうしようこれ黒だったらボケだよここでかな、うん、そこまでかな、はい、じゃあ赤にしてみます赤だろう、はい、時間は今何分ですか、今52分、まあまあいい時間ですね、いい感じになって、そう、これで綺麗に当ててエンディングロール迎えると、はい、はい、じゃあ皆さん、今回の配信で、はい、何分ですか、8分かな、8分ぐらいですかね、はい、やりました、多くの方に見ていただいて坂本非常に嬉しいです、はい、なので第2回がちょっとあるかどうかは今のところ分かりませんけどはい、はい、今後も多分動画をやっていこうと思いますんで、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いしますということで、はい、両側のスケーター LEC 赤でございました。はい、いきます。はい。はい。お。はい、気持ちいい。アクションラジやってくれ。はい、とても簡単でした。はい、あ、レナードさん採用していただきありがとうございました。負けました。赤すらも当てられたので一瞬赤スパありがとうございます。いやー気持ちいい気持ちいい、今日めっちゃよく寝れるよ絶対に。あ、とてもなんかあれですね、あの最終的にこう始まる前は結構我々緊張してましたけど、いやすごい、いや今でもちょっと緊張してますけどね、始まってしまうよね、ただ単に我々は気持ちよくなるだけの配信、まあ、いつも通りいつも通りですはい、これをですね1分に僕は編集してるわけなんですよはい、やっと この、ね、光景をねお見せすることができたと、そうですね改めてやらせはないっす。そうそう。もうめっちゃ全成功報酬。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張りますね。はいはい。
どうしよう、なんか特別こうなんかエンディングみたいなものを考えるのはあんまりなかったんですけど、ちょっとメガネしますね、はい、素晴らしい、来てますね。あ、嬉しいですね。そうか、全部当たったんですね、一応。黒？黒？あれなんだよマジで、なんでクソ。お、昨年坂本さんのおすすめでシノーズのエフェクターを買わせていただいたものです。配信楽しませていただきました。本当に楽器に詳しいお方、お二方最高です。今度は私のアコギのメンテをお願いし、お伺いしますので、ぜひお待ちします。そして人生初スパチャ全問正解記念、正解記です。いやー、もうありがとうございます。こんなにこうやっぱりチヤホヤさせてもらうとね、我々は嬉しいもんですね。正直かなり嬉しいですね。そうっすよ、そう、まだ伸びしろありますからね。そうですね、色もね、くそ悔しい、悔しい。結構さ、配信でさ、はい、あの悔しい、配信じゃなくてさ、あ、お疲れ様でした、ありがとうございます。あの実際の動画撮ってる時もさ、はい、外すとめっちゃさ、悔しい悔しいってさ、一日言ってるよね。はい、そんな感じですね。あ、ポルヒ入荷してください。お、一応確か注文入れてあるんですよね。そうでしたっけ。そう、でもなかなか入ってこない、なかなか来ないね。いつかは来ると思う。はいですね。あ、全問正解、お疲れ様でした、ありがとうございます。この動画見てギターに興味を持って買いました。すごかったっ す, すごい、いや、よかった。そういうね、あの音楽人生の一番最初に携わらせてもらえたってことは、これは本当に嬉しいことですね。そうですね、いや、はい、ぜひ今後も頑張ってください、はい、ですね。どうしよう、とりあえずじゃあ6時ピッタまでは、はい、このまま雑談タイムさせていただきますか。そうそうす、ね、はい、あと5分間います。5分間何かコメントを拾わせていただければと思いますね、はい。本当にスパチャ来た2回目も本社許可してくれるかな。ちなみにですね、これ我々今スパチャ一体いくら来てるかが分かんない、見えてないっていうね、うん、どうしようねっていうね、感じでございますね。キラーということはできますか。いけるんじゃない。キラー結構分かりやすい、あれ片目分からない、片目分かんないです、ね、勉強ってことですね、うん、勉強しておきます、うん、全然見れなかった、クソ。いや、うん、それに関しては、はい、アーカイブが多分残るかな、かも。そうですね。今のところ残す予定ではありますね。ですね。はい。何予定やってきますか。これはあの、うつうつのこの勤務時間内でやってます。そうですね。はい。です。でございます。はい。なんか読みたいコメントがあったら読んでもらっていいですよ。選び放題ですよ。なんかあります。どうしようか、ドラムスティッカー出てくださいとか聞けますよ。いや、多分ね、無理じゃないかな。いける。いや、わかんないですよ。そう、これ直径何センチで長さ何センチだねとか言えない。言ってピックじゃない。あ、ピックは、ピックは頑張れば、そうそうそうって感じだけどね。そう、なかなか難しいよね。だからさ、この、あの他の配信じゃないや、動画でもさ、なんかの、はい、最初の頃ってあの視聴者のギターを当てる配信ってやってるじゃないですか、はいはいはい、あれもめっちゃガチンコだったじゃん。あ、そうですね。そう、今回は完全ガチンコです。なかなか緊張しましたね。次回ぜひ塩井さんを、それは、はい、ぜひ呼びたいところです。1回目があればぜひね。1万円ぐらいのギターを当ててほしいな。なんかこれあれなんですよ、最近1万円のギターってなくないですか。あんま減っちゃいましたよね。そうそう、あのね、これは悲しい話で、最近やっぱちょっとその値上がりとかも見上がってね、そうそう、なかなか、むしろ1万円のさっきのベースがまあ1万円のベースみたいなものだから ね、うん、うん、まあ、2万円ぐらいするのかなっていう感じですね。でもね、次はやっぱ用意さんとのトリオ配信も ね、 そうですね、してもいいかなと思いますね、はい、お疲れ様でした。お疲れ、ね、いや本当に長丁場2時間ありがとうございました。、はい、あと2分で配信も終わろうと思います。終わっちゃったですね、すいません。あと2分で終わろうとします。あのアーカイブの方ぜひご覧ください、はい、多分残るつはずですね。マハは簡単ですよね。ヤマハもね、結構どうですか。どうだろうね、物によるかな、うん、ヤマハだって断定するのは結構いい。ああ、そうですね、うん、でもね、あの、なんだろうな、うん、片面まで絞るってなってくると種類もあんまり多かったりするから見つかったりとかするんですよね、はい、グヤトーンできますか。グヤトーンは多分無理。いろいろありますからね。そうそうそうですね、多分無理ですね、うん、当てれないと思います、はい、あの現行品は自信がある。あ、まあ、そうですね、特にその、まあ、当社で、ね、扱っているものであれば、はい、多分ほとんどいけるんじゃねえぐらいだと思ってるんですけど、はい、うんうん、なかなかね、はい、カポどうですかって、これ実はですね、ここのお客さんがカポ5個ぐらい持ってて、はい、これ当ててほしいって言われて、はい、やったんですよ、はい、
よね。いや、だ5個中で3つあって、あと2つは知らなかった。なんすかこれってそう。定番のやつがいきますね。ポリチューンと認知目隠しで当ててほしいです。うどうやんのこれ。これね、あ、これですね。文字でこのさ。直感でしかない。直感。赤いですね、文字が使って。やるしかないですね。パイソン。その曲自分ですって来てます。ああ、そう。そう、ありがとうございました。あれマジで難しかったです。最初3つぐらいいけたんですよ。これなんか、はい、あ、クラシックギターはなんか、R がないんで違いますねとか、結構あの、生き生きしちゃってたんですけど、最後、これ全然わかんないです。非常に難しかったですね。さあ、あとじゃあもう1分ですね。あと1分ですね。あと1分。グリッチ楽勝ですか。グリッチでも片目わかんない。グリッチ難しいですね。次な、うん、店頭にあったら絶対わかりますよ。あ、まあそうそうですね。3問ぐらいにあったらね、急に持ってきたらね、かなりむずいかもしれないね。大学生ですか。やった、まだ年格差でしょ。28なんですよね。ティムヘンス、あ、ティムヘンスか、ティムヘンスのギター分かりますか。あれまだ、ハイパニーズ、そうそうそう、ね、あれまだ、はい、あ、もう、はい、あれなんだよね、店頭に出てないんだよ。あの、注文でもう予約で埋まってるのか、そうですね、に関しては。うん、ですね。あ、8時になりました。はい、じゃあ改めまして、はい、2時間の配信をお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、今後とも2回目の配信があるかどうかはちょっと分かんないですけど、はい、はい、ぜひまた事件があるようでしたら、はい、ご参加いただけると嬉しいです。はい、はい、そして何よりも動画の方も今後ともよろしくお願いします。はい、そうかアーカイブは残しておりますので、全部また1回見たいって方がいらっしゃいましたら、ぜひまたそちらの方をご覧ください。ということで、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。